ザ・バトル・オブ・ムエタイ・ボム・ウェーブ1ゲット・オーバー・ザ・コービット19 YouTube ライブと17ライブでお届けしてまいります。無観客試合として開催されます今大会、画面の向こうでムエタイの魅力じっくりとお楽しみください。実況は私清野茂樹が務めてまいります。さて、それでは私と一緒にこの試合を盛り上げてくださいます放送席ご紹介してまいりましょう。まずは解説1人目です。元ラジャダムナンスタジアムライト級チャンピオンの梅野源治さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあ梅野さん、今日は全部で8試合ラインナップされてますけども、はい、いろいろ楽しみですよね。そうですね、まあ、僕はやっぱりこう一斉選手と名高選手の試合がすごい楽しみだなというふうに思ってます。あ、後半ね、ラインナップされておりますのでどうぞご期待いただきたいと思います。そして梅野さんも解説は初めてということで。初めてです、はい、どんなお気持ちですか。まあ全く慣れないんですけど、初めてのことをやらせていただけるということですごくいい経験になるかなと思います。お試合と同じくね、硬派なコメントをいただきました。さあ、それではもう一方ご紹介しましょう。現役の選手をお越しいただいております。 WBC ムエタイ世界スーパーバンタム級チャンピオンの朝日 PK センチャイジムさんです。朝日さん、どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします。朝日さんも初めてだそうですね。初めてです、でもあのボムの魅力っていうのは一番知ってるんじゃないですか、やっぱり朝日さんが。はい、旗揚げの興行から出てるんで、はい、結構長い間お世話になってて大好きな大会です。今日初めてご覧になっている視聴者の方も多いと思うんですよね、はい、そんな方にこのボムの魅力っていうのを一言で伝えるとどうでしょうか。ムエタイの美しさもありながらちゃんと倒す選手もいるんで、そういういろいろな試合が見れる大会なので、そこに注目していただけたらいいなと思います、はい、そのあたり、じゃあ、 あの朝井さんの方でもしっかりこうコメントの方で伝えてください。頑張ります。はい、ちょっと息上がってますね。大丈夫ですかね試合より疲れるかもしれないです、もう早くも疲れてますけども、はい、さあそれではもう一方です、ゲストとしてお迎えしておりますボムガールズも務めていますチューズの吉田美久さんです。よろしくお願いします。はい、吉田美久です。よろしくお願いします、吉田さんはこう見えて、はい、実はあの空手の経験者だと聞いてます。あ、そうなんですよ、はい、なんか絶対嘘って言われるんですけど、一応黒帯で初段までちゃんとやってました。あ、これはちょっとあの視聴者にとっては大きなポイントになるんじゃないでしょうか。でもあのボムの試合もご覧になったことあるそうですけども、はい、やっぱ今日はこのお客さんいない中で、はい、この距離ですから迫力ありますよね。そうですね、あの昨日あの軽量のリポーターをさせていただいたんですけど、本当にコロナの期間の頃からもうだいぶ鍛えられて、皆さん今回の試合に臨まれているので、白熱した戦いが見れるのを楽しみにしてます。はい、ということで、まあ、吉田さんも今回初めて放送席にお座りになることになりました。もうですから今日非常にこうフレッシュな顔ぶれで、お届けしてまいります。もう横一線ですからね、あとはもう口では実力勝負ですから思いついたことはどんどん喋ってもらって構いません。皆さんどうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、そして17ライブではコメントを通して視聴者の皆様と会話もできますので、どんどんコメントを通じて番組にご参加ください。試合を見ての感想、それからまあ我々のまあ喋った言葉、何でも結構ですので、どんどん反応してください。なるべくまあ拾っていきたいと思っております。さあ、ということで今日行われます対戦カード、先ほど申し上げましたが全部で8試合になっています。8試合はご覧の通りです。はい、1試合目から5ラウンド戦が続いております、まあ、本当にあの梅野さん、はい、今回まあコロナの影響もありますから日本人だけの大会ということになりましたけども、そうですね、かなりあの無観客という特殊な空間ではありますけども、選手からしたらやっぱりこうお客さんの反応でこう盛り上がってるな、よしじゃあもっと行かなきゃなっていう風に、まあ、より気持ちが入るところなんですけど、今回無観客っていうので、まあ、選手がこうどうそれがこう響いてくるのかっていうのは、まあ、みんなは経験したことないんでわからないと思うんですけど、うん、はい、まあ、僕はもうとにかく頑張ってもらいたいなと、思います。そうですね、朝日さんどうでしょうかね、この無観客っていうのは選手にどんな影響を及ぼしますか。応援してくれる人のパワーも結構すごいですけど、その目線で緊張する方とかもいるので人それぞれだと思うんですけど、うん、僕は結構寂しくなっちゃうタイプです。寂しくなっちゃう、はい、ということは力が出にくいってことですかね。そうかもしれないです、やったことないんで分かんないですけど、はい、対戦カード第1試合から第4試合ご覧いただきました。さあ、そして後半ですが、梅野さんも先ほど注目だとおっしゃっていた試合後半に組まれております、やはりこれはもう名高一成、この辺りがやはり楽しみですよね。そうですね、まあ、両選手ともスピードも、攻撃力も、共にあるので、対戦相手の選手がどう、それに対して対応してくるのかなっていう、
すごい注目の一戦かなと思います。はい、全部3分5ラウンドで行われます。もう本当にあのムエタイの魅力ある戦いをご覧いただく形となります。全試合ですね、サブチャンネル17ライブのサブチャンネルではバックステージの模様もお届けすることになっておりますので、こちらもお楽しみください。さあそれではいよいよ試合がスタートです。それではここで本日のレフリージャッジを紹介します。岡林明、大成敦、シーン、アラビア、チャンデット、以上のレフリージャッジで試合を進めていきます。2020年、制限された毎日でも強くなることを諦めなかった。そして戦えるその日を待った。感謝と希望の6月28日、ついに来る。ボムSo the rock, rock, rock. The rock, rock, rock. Boom, wave one, 開幕。Yeah.楽しむことを全部おろそかにさせられちまったこのコロナ禍の世の中、大人はみんなおろおろするやつもいるけれども、その中で吐き出す俺の言霊、そうだからやるこの生配信、変な未来にはしたくはないし、日本をラップで元気にしたい、世の中を格闘技で盛り上げたい、その気持ちでぶちかます今日、これがボーム。俺が握ってるこのマイクフォン、今日も常に最高潮。テレビの前の皆さん、今日はがっちりみんなで韻を踏みながら楽しんで、家にいるのが完全に安全、それが一番万全だから、がっちりこの配信を見ながら試合を見て楽しんでってください。さあ俺の名前はウージー、投手に来たぜ話の数字、本日ボムウェーブ1これより開催します。ただいまより入場セレモニーおよびタイトルマッチ宣言を行います。選手入場。リングの中はいつも一瞬のことが全て、肘も膝もなしの勝負なんてありえない、第1試合、ボム50キロ契約、ダイヤウォーワンチャイ、響き PK センチャイジム、
第2試合 WMC 日本スーパーバンタム級中村そら。奥脇和也。第3試合 WMC 日本バンタム級王者決定戦、佐野優馬。神之丞。 WMC 日本スーパーフライ級王者決定戦、佐藤グリコ。司会。第5試合ボムフェザー級ザ・ライトニング、秋彦。スピリットボム渡辺裕太。第6試合 WMC スーパーバンタム級赤いバラの遺伝子、加藤優吾。県政柴原デビッド。リングの中はいつも一瞬のことが全て、肘も膝もなしの勝負なんてありえない、ムエタイがやりたい。第7試合ボム50キロ契約、筑前の優タクトウォーワンチャイ。名高 A1 スポーツジム。第8試合ボムスーパーフライ級王座決定戦、ザ・ゴールデンスター広行。サンライズプリンス一世ウォーワンチャイ。これより中川夏生よりクラウドファンディングへのお礼がございます。
この度は、コロナウイルスの、中こういったイベントを選手のみんなとどうしても開きたく、わがままでクラウドファンディングをやらせていただきました。それにより多くの支援が集まり、本当に心から感謝しております。そして今日ここにいる選手みんなずっと練習をして、久しぶりに今年初めて試合の選手たちもいます。存分にムエタイの素晴らしさをこのリングで、出して盛り上げていただきたいと思います。クラウドファンディングを支援してくださった方、また応援してくださった方、そして、いつも変わらずずっとスポンサードしてくれている、企業の皆様、本当にありがとうございます。以上です。続きまして、 WMC 日本支局相談役今井勝義によるタイトルマッチ宣言を行います。タイトルマッチ宣言、昨日行われた厳正なる計量並びに本日のドクターチェックの結果、これより行われる WMC 日本王座決定戦をタイトルマッチと認定いたします。2020年6月28日、WMC 日本支局中川夏夫、今井勝義。頑張ってください。以上の選手の熱い戦いに、たくさんの声援のほどよろしくお願いいたします。これより行われる日本最高峰のムエタイバトルにご期待ください。選手退場。リングの中はいつも一瞬のことが全て。肘も膝もなしの勝負なんてありえない。ムエタイがやりたい、本物が立つ舞台、そうそれはいつもバトルオブムエタイ。よ、立ち技の最強、俺たちの栄光、 WMC ラジャルンピニーのチャンピオン。は、肘なし膝なし、笑わせんな。この日本でホンマモンのムエタイが見えるやって。夢を描いて誰が最強か決めるため、勝ち負けなんて言葉じゃない。肘なし膝なし、笑わせるな。ボムしかなくて他にはない。ボムウェーブ、戦いを待ちわびた高校1年生が解き放たれる響きPK 戦チャイジン。中学1年の頃よりタイの名門 PK 戦チャイジムで腕を磨くムエタイエリート。一周目から盛り上がるように試合を見て、この大会を盛り上げられるように頑張ります。応援よろしくお願いします。ダイヤオーワンチャイ、こちらも高校1年生ながらタイでの修行期間は長い。筆響選手は、ジュニア時代に一度負けている選手なので、リベンジマッチできるようにオープニングからしっかりと盛り上げていきます。若き精鋭によるハイレベルなライバル物語で新時代の幕が開ける。響きPK 戦チャイジム VS ダイヤオーワンチャイ。ただいまよりボムウェーブ1ゲットオーバーザ COVID-19、 本日の第一試合、ボム50キロ契約3分5ラウンドを行います。ボムでは全試合肘による攻撃、組んでからの膝は有効となっております。青コーナーよりダイヤウォーワンチャイ選手の入場です。動き出しました。ボムは今日無観客試合で再開いたします。ウェーブ1、その第1試合に登場しますダイヤウォーワンチャイ。今日の対戦相手響とはジュニア時代に戦って一度敗れています。Thank you.
今日は無観客で行われる異例の大会、このリングに一番乗りを果たします。大和チャイプロモーション所属ダイヤーウォーワンチャイ、今日の日のためにトレーニングを積んできましたダイヤウォーワンチャイ。続きまして赤コーナーより響き PK センチャイジム選手の入場です。そしてこちらは響き PK センチャイムエタイジム、中学1年の時からタイでトレーニングを積んできました。タイの名門ジムの名を、その看板を背負って今日はリングに上がります。相手の手の内は分かっています。同じく高校1年生、赤コーナー大会のオープニングを勝利で飾ることができるでしょうか。響き PK センチャイムエタイジムです。レフェリーシーン、さて17ライブの方ではコメントでの参加も歓迎しています。 YouTube ライブと同時に中継でお送りしております。今日は無観客で行われているボムウェーブ1、さあ第一試合を迎えました。50キロの契約です。3分5ラウンド、両者がリングの中央です。さあ梅野さん、この2人はジュニア時代にも一度対決があったそうですね。そうですね、ダイヤ選手が負けていて響選手が勝っているんですね、はい。で、ダイヤ選手がファイタータイプ、響選手が、まあ、距離を取って戦うタイプみたいなので、まあ、この距離をどちらが制すかっていうのが、一番注目するポイントなんじゃないのかなというふうに思います。なるほど、両者の距離の取り方、これがまずは一つポイントになりそうです。蹴りの選手はやっぱ基本的には距離が長い方がいいですし、はい、ファイタータイプだったら距離が近い方がいい、このどちらが自分の距離を、取れるか、ラウンド1注目してまいりましょう。まずは第1ラウンドの始まりです。赤いトランクスが響き、そして青いトランクスがダイヤです。さて朝日さん、朝日さんはこの響きとは同じジムですよね。はい、同じジムです。よく知ってると思うんですけど、どんな選手ですか？1回目のアマチュアの対戦の時も自分が響きのセコンドについてたんですけど、はい、その時は結構響きが実力差が響きの方が上回ってたかなと思ったんですけど、今始まってみるとお互い上手くなってていい勝負になりそうだなと思ってます。あの立ち上がりダイヤの方がまず出てきましたね。はい、結構今響きの苦手な距離なんだと思います。相手がガツガツくるのが。なるほど。ということで梅野さん、これダイヤが自分の距離をうまく作ってると見てよろしいんですか？はい、そうですね。ただまあまだこれ序盤で始まったばかりなので、まだこう様子を見てるのかなと、響き選手が。なるほど。肘、まあ、このムエタイは5ラウンドで行われます。梅野さん、はい、この5ラウンドで行われるムエタイというのは、やはりこの5ラウンドを、まあ、どうやって作っていくか、ゲームプランというのがやっぱりありますよね。そうですね、やっぱりこうムエタイは短期じゃなくて長期的に、長期でこう見るスポーツだと思うんで、はい、1ラウンド目にこうどちらが押しているかだけではなくて、こう攻めていると後半これスタミナ持つのかなとか、まあ、1ラウンド目のこのバランスだったりだとかっていうのをこう考えながらですね、こう見る方も見ると面白いんじゃないのかなと。まあ、ですからこのタイの選手なんか見ても、1ラウンドはやっぱりこう様子を見るというのが一つ、まあ、定石になってますかね。そうですね、今だからおひびき選手はちょっと様子を、はい、見ながら左ふっくらしましたダイヤ、ディフェンシブに戦っているのかなという印象ですね。はい、さあ組も混ぜてきました。朝日さん、かなりあのダイヤがですね、いいリズムをこう掴んでるように見えるんですけど、どうでしょう？そうですね、でもこの試合5ラウンドなので、はい、まだ1ラウンド始まったばっかりなので、うん、ダイヤ君がスタミナあるかがちょっと気になりますね。あは、結構飛ばしてますよね、これ1ラウンド目から、はい、そうですね、これで5ラウンド持つのかなって感じですね。まあ、そして2人は高校1年生同士、吉田さん、2人ともまだ高校1年生というフレッシュな対決になりましたね。そうですね、すごい見ててなんかスポーツ感もありながら、はい、すごくかっこいいと思いますね。2人とも本当アマチュア経験が豊富ですね。そうですね、70戦
アマチュアで試合をしてるんですか、響選手。すごいですね。まあですから相当経験は積んでいます。タイでも10戦やってるってことなので、このプロフィール上だけでも80戦やってるってことがあるんで、はい、でも朝日君が、一番知ってるとは思うんですけど、残り時間30秒硬いですね、まだ硬い、はい、残りがもう15秒を切っています。出てきます、ダイヤ。ダイヤ組んでいきます、膝を使う、組んでの膝、これもムエタイでは認められています、はい、いいですね今のダイヤ君の攻撃、はい、ダイヤが1ラウンドかなり自分から攻めていきます。残り時間がほとんどありません。第1ラウンド、やっぱ前回ダイヤ君が勝った負けちゃってるんで、やっぱ勝ちたいって思う気持ちが結構強いんだと思います。その気持ちがよく出ています。試合の序盤、ここで第1ラウンド終了です。さて1ラウンドが終了しました。まずは朝日さんに伺いましょう、先ほどおっしゃったようにこのダイヤの勝ちたいという気持ちがかなり出ていたラウンドでしたね。良かったですねダイヤ君の動き、響きもうちょっと自分から行った方がいいですね。ちょっと見すぎですか。はい、それが響きの戦い方でもあるんですけど、いい部分がほぼほぼ出てなかったので、はい、僕が知ってる響きだったらもうちょっといい動きができたかなと思います。はい、さて17ライブのコメントですが、いいねいいねいいねと、いいねを絶賛している方がいるんですが、いいねがこれは誰に向かっていいねなのかがちょっとわからないですね。できればまあどっちの選手かというのを書いていただけると、まあ我々もわかりやすいと思います。さてそれでは梅野さん、はい、梅野さんはどっちがいいねですかね。そうですね、まあ1ラウンド目、まあ、攻めているのは、ダイヤ選手だったと思うんですけど、僕はまあこう響選手はまだこう抑えて戦っているのかなという印象があるので、この第2ラウンド目どう戦うのか、そこは注目していきたいなと思います。はい、それでは2ラウンドが始まりました。赤いトランクスが響、そして青いトランクスがダイヤです。1ラウンドはダイヤがかなり、まあ、攻めていく場面が目立ちました。さあ2ラウンドは響がどう返していくか、ここに注目したいということを今梅野さんがおっしゃってました。このラウンドで響選手が、1ラウンドと同様にちょっと押されている展開が続いてしまうようだと、もうこのままペースを、ダイヤ選手に持っていかれちゃうと思うんで、はい、この第2ラウンドが本当に響選手がどれだけ前に行けるかっていうのは注目したいですね。はい、肘、今の肘危なかったですね。そうですね、縦肘を使いました。ムエタイ顔下げちゃダメなので、なるべく首の時は顔上げてた方がいいと思います。響き顔下がってましたか。はい、そして組です。いやでも梅野さん、はい、その5ラウンドを戦う意味で、まあ、1ラウンドは様子を見て、はい、2ラウンドっていうのはこれはムエタイファイターにとってはどういうラウンドですか。肘、まだ2ラウンドはまだ様子の段階ではあるんですけど、はい、ただ本当に先ほどのこう1ラウンド同様にこう攻め込まれすぎると、はい、3ラウンド目以降もこう自分のペースが作れないんで、ちょっとこう今見てる感じだと響選手が、はい、結構押されてしまっているので、だんだんこうちょっと、手数を増やしていかないと、うんうん、このままちょっと、はい、押されちゃうかなって印象ありますね。響も肘使ってきました。かなり朝日さん、はい、あのダイヤの方が肘使ってきましたよねこのラウンド、はい、でもやっぱり響も返してるんですけど、はい、相手にすごい付き合っちゃってる感があるので、相手の付き合い方に合わせる、相手のやり方に合わせるんじゃなくて自分のやり方に合わさせないといけないんで、はい、もうちょっと蹴っていってほしいですね。ちょっと受けてるところがありますかね、はい、あ右に出しました、 よかったですね、響の右です。ただ組んでの膝、ダイヤこれ今組んでの膝もちょっとあの体がやっぱこう斜めになっちゃってるというか軸がずれちゃってるんで、はい、ちょ印象は良くないですよね、響選手の方が。なるほど、やっぱいつもセコンドついてるんでめっちゃセコンドつきたくなっちゃいますね。あまああのね、指示出してもらっても構いませんけど今じゃあセコンドと、まあ、もし仮定したらですね、はい、響にはどんなことを言いたいですか。首相撲の時腰持っちゃってるじゃないですか今、はい、それがすごいもったいないと思うんで、ええ、ちゃんと手強く腕で組んであげて肘とか膝狙っていってほしいですね。なるほど、先に攻めるのはダイヤです。ダイヤが前蹴り、そして組の展開、この組でもですから腰に手が回ってるわけですよね、はい、あ 今そうですね、はいはい、なんでこれをしっかり切ってあげて上首を掴んであげた方がいいと思います。今手が内側取られちゃってるんですよね全部、あの、はい、響選手の方が、この手をこう相手に内側を取らせないようにどうするか、組んだ時ですね、この手の、取り合いにも注目したいですね。蹴りを掴んでパンチを出します。うまかったですね、ダイヤ。そしてダイヤ前蹴り、残りが10秒を切っています。ダイヤ追いかける前蹴り、そして右です。やっぱお互いジュニアからやってるんでレベルが高いですね、高1なのに、まあ、ある程度動きは分かってるんでしょうね、はい、そして第2ラウンドが終了しました。
さて第2ラウンドが終了したところで梅野さんに感想を伺いたいと思います。どうでしょうこのラウンドは。そうですね、やっぱりこう響選手がどうしても後手後手に回っているので、ちょっと本来であればこの第2ラウンドもう少し自分から手数出していきたかったかなと思うんですけど、今もう完全にダイヤ選手の、リズムになってしまってるんで、はい、うん、僕最初これもスタミナ的にこう切れてくるかなと思ったんですよダイヤ選手が、はい、ただ今これも完全にリズム掴んでるんで、リズムを掴んだ中での、手数が増える分にはそこまで疲れないんですよ、うん、だから後半これそこまで失速しないでこのままのペースだとダイヤ選手がこう本当試合の流れをずっと持っていっちゃうんじゃないのかなっていう。ははー、これは勢いづいたでしょうか青いトランクスのダイヤ。さて、響の同門であります朝日さん、はい、どうでしょうこのラウンド。結構みんな A1 のセコンド慌ててますね。あ、そうですね、これ吉田さんから見るとどういう風に見えるんですかね、はい、いやすごいダイヤ選手がすごく飛ばしてやってるように見えますね。結構飛ばしてますよね、はい、さあ第3ラウンドが始まりました。青いトランクスのダイヤ、そして赤いトランクスが響です。肘、ね、響の縦肘です。やはりこのラウンドは何とかしたいという思いがあるんでしょう響。ムエタイは 3,4 ラウンドが勝負なんで、はい、このラウンド響が良くなったらまだまだわからないと思います。あ、前蹴りやっぱペースが上がりましたね、はい、選手明らかに手数が増えてきました響。梅野さんはでも結構1ラウンドから結構出す派じゃないですか。そうだね、選手によってやっぱりこう攻め方は違うとは思うんですけど、はい、響選手は、蹴りが主体との、ことだったので3ラウンド目からこうガンガン蹴っていって、ポイントを取っていくんじゃないのかなというのを思ってます。かなり梅野さん前蹴りが出てきましたよね。そうですね、これこう響、ダイヤ選手が、結構ガンガン前に詰めてくるんで、はい、ちょっと前蹴りを合わせて距離を取りたいんじゃないのかなと思います。おっと、もつれました。明らかにこのラウンドは変わってきました響です。響必ず蹴るとき2回蹴るのがそれがいいですね。お、確かに先ほどもそうでしたね、はい、これも練習でもいつもやってることですか朝日さん。結構うちのジム練習に連打があるので、はい、それでちゃんとできてるんだと思います、ね、ははあのコロナウイルスの影響でなかなかこの対人練習もできない部分あったと思うんですけども、はい、そのあたりはあの練習にはどう響きました。やっぱ対人感覚、対人する感覚がすごいちょっと鈍っちゃってたんで、はい、久しぶりに練習やったときちょっと戸惑いましたね。あ、やっぱりそうですか。さてまた組の展開です。組んで膝を使っていきますダイヤです。いや吉田さん少し流れが変わってきましたね。はい、すごいあの膝とキックとパンチの点数の、違いとかがいまいち多分初めての方も分かんないと思うんですけど、点数って全然違うんですかね。そうですね、あの基本的にはやっぱりこう蹴りの方がポイントは高いっていう風に、よく言われてるんですけど、はい、パンチはしっかりとした有効打を当てて相手をふらつけさせたりとかダメージを与えるような攻撃がない限りはやっぱりどうしても本当に蹴りの方が、ポイント高いですね。膝もポイントは結構入るんですかね。膝肘がすごいじゃないですか今。そうですね、やっぱりムエタイは基本的な蹴りと、肘が一番ポイント高いと言われてるんで、パンチでポイント取りたいんだったら相手にしっかりダメージを与えないと。そうなんです。いや朝日さん少しまたダイヤが距離詰めてきましたね、はい、やっぱり負けん気が強いですねダイヤ君見てると、はい、これだけ詰められるとなかなか蹴りが出せませんよね響も、はい、全部今後手後手に回っちゃってるんですよね、はい、相手がパンチ打ってきた後で蹴り返そうかな、相手が蹴ってきた後でどうしようかな、もうちょっと自分から仕掛けたいですよね。自分から行かないと。また出てきますダイヤ、もう時間がありません。ここで第3ラウンドが終了です。さてこれまでとは明らかに、まあ、違うラウンドではありましたが、ただラウンド後半はまた局面変わってきました。梅野さん、はい、この第3ラウンドはあの3分間の中でいろんなこう流れがありましたね。そうですね、響選手がこうちょっと盛り返そうとして、2ラウンド目よりかは手数は上がっているんですけれども、ただやはりこうまだダイヤ選手の勢いに押されちゃってるかなと、うん、朝日さん、はい、かなりあのスタミナ、はい、ダイヤのスタミナというのが目立ちますね。目立ちますね。でも今ちょっとセコンドの雰囲気見てるとちょっと息上がっちゃってきてるんで、はい、4-5 持つかなって感じですね。そうですか。ただこの大事なのはこの4ラウンド目、はい、この4ラウンド目を今みたいにこうガンガンアグレッシブに攻めていければ
5ラウンド目、ダイヤ選手がこうちょっと守りに徹してくるんじゃないのかなと思うので、はい、この4ラウンド目ですね、どちらがしっかりとポイント取れるか、うん、でも勝敗が結構僕はつくと思います。なるほど、まあ、ムエタイはこの4ラウンドが、まあ、全てを決めると言われるぐらい大事なラウンドです。さあそれでは第4ラウンドが始まります。グローブを合わせました。これ響選手行かないとですね、はい、ガンガン前にも自分からまず先に仕掛けたいとこですかね。待ってちゃダメですね、相手の攻撃を。あと高いですね、ミドルなんでもっと腕蹴らないといけないんですけど、今、はい、本当にグローブの上の拳の方蹴っちゃってるんで、そこでやっぱ今もスエされちゃったんですけど、はい、それが目立つんで、はい、もうちょっと下蹴ってほしいですね。朝日さん、あの響きのスタミナ消耗度はどうですかね。あるときあるんですけど、ないときないんで、波がある選手ですね。あの少し疲れてるようにも見えるんですけども、どうでしょうか。いや、まだいけると思います。大丈夫ですか。はい、結構ペース握られると結構スタミナ消耗を一気にしちゃうんですよ、はい、今結構今ペース握られちゃってるんで、結構苦しいんじゃないですかね。そういうので焦りでもスタミナなくなりますよね。組んだ状態です。組んで膝を使いたい。お互い膝を使っていきます。ムエタイはこの組んでの攻撃が認められています。まあですから梅野さん、これ本当にあのムエタイを楽しむ上での一つのポイントですよね、はい、そうですね。ただまだ待ちに回っちゃってるんで、響選手がちょっと本当に自分からどんどん攻撃していかないと、このラウンド取られたらもう勝負が厳しいと思うので、うん、はい、先手を取りたいとこです。先に仕掛けたい響ですが、プレッシャーをかけるのはダイヤです。ダイヤミドルキックを出します。また出てきました。いや、朝日さん、ダイヤ出てきますね。はい、やっぱ首相撲がすごい、ダイヤ君力が強そうなんですよ、はい、なんで響も首練習でやってるんで、まあまあ慣れてると思うんですけど、結構力負けしちゃってる感じが見えますね。それから気になっているというダイヤのそのスタミナですけども、このラウンドもまだ持ってますね。はい、やっぱり一斉君と同じジムなんですけど、今日のメインの、はい、結構走るって一斉君が前言ってたんで、それの影響かなと思います、ね、あ、持久力やはりこれは強化してますかね。大事だと思います。組んだまま残りが1分を切りました。大事な大事な第4ラウンド、先手を取ってるのはダイヤでしょうか。先に仕掛けているように見えます。響きもったいないですよね。プレッシャーかけるダイヤ、うん、またプレッシャーかける。ロープ際滑る、肘は空振りです。そして組の展開、ブレイクがかかりました。うーん、梅野さん、はい、時間が過ぎていきますね。そうですね、ちょっとまだ蹴り方も少ないし、はい、有効打がとにかく今少ないので、はい、とにかく自分からも今蹴っていかないと、ただプレッシャーが強い。どんどん前に出てくるダイヤです。ダイヤのプレッシャー、まあ、ダイヤがプレッシャーをかけて、それからこの組という展開が続いています。第4ラウンド今基本的にずっとロープ線にしているのが、響選手なので、はい、ちょっとこれを、変えていかないともう勝負が厳しいですよね、このままいくと、はい、残り時間がもう少ない。ミドル意外と当ててるんで、はい、そういう点ではいいかもしれないですね。ウェイタイってカットが大事なんで、それをちょっとダイヤ君がカットできてないのかなって感じもしますね。なるほど。さあ第4ラウンドが終了しました。大事なラウンドだとおっしゃっていましたが、梅野さん、はい、第4ラウンドいかがでした。そうですね、今は朝日君が言ったように、響選手の、ミドルキックは、有効で何回か当たってはいたんですけど、ただやっぱりこうどうしても常にロープを線にしてしまっているので、圧力負けをしているんで、結構スタミナも消費しますし、今の展開だと、うん、どうしてもやっぱもうこう印象としては良くないですよね、響選手の方が。いやー、朝日さん、はい、朝日さんには第4ラウンドどう映りました。もうちょっと積極的に、僕はやっぱ響きと同じジムなんで、自分は響きを贔屓して見ちゃってるんですけど、やっぱもうちょっと行ってほしかったですね、はい、ダイヤ君がすごい前に出てくるので、それにもうちょっと対応してほしかったなって気持ちはありますね。さあ、そして吉田さん、次が最後のラウンドです。はい、そうですね、でも最後までまだ分からないので、うん、響き選手の一発KOがあるのかないのか、それも注目したいです、まあ、最後まで全力ファイトを期待したいところです。さあ、最後のラウンドです。最終ラウンド、赤いトランクスが響き、そして青いトランクスがダイヤです。両者とも高校1年生同士の対戦となりました。序盤からとにかく攻めているのが青いトランクスのダイヤです。また出てきました、ボディ、そして組です。あー、梅野さん、やはり5ラウンドでも出てきますね、はい、ダイヤ。そうですね、ただもう多分ダイヤ選手はちょっと自分の、勝ちをちょっと
確信しているかなっていう風な感じがするんですよね、はい、前には出てきてるんですけど、そこまで先ほどよりかは手数が出てないと思うんで、タウフも前に出ながら組んで、ポイントアウトを狙ってんじゃないのかなっていう風に感じますね。まあ、あのムエタイではこの5ラウンドある程度も優勢の選手は、まあ、こう流すといいますかね、そうですね、そういうこともよくあります。今の響きうまかったですね、足かけられたところ飛んで避けたところが。組の展開になりました。レフリーがブレイクしました。多分ここからはダイヤ選手が多分あのもらったら返す、もらったら返すだけしか多分しないと思うんですよ、はい、前には行くけどもらったら返すだけ、はい、となると響きとしては梅野さん、はい、何狙っていけばいいですか。もうこれは本当にもう自分からパンチと肘で本当有効打を当てるしかないですね、はい、とにかくクリーンヒット有効打が欲しいところです。響きジュニア時代の対決では勝っています。でもこれダメージ与えるしかないです。本当に相手をふらつかせるという明確な、はい、まあ、反対にダイヤはそれさえ気をつければいいわけですよね。そうですね、出てきました。でもやっぱミドルカットしてほしいですね、ダイヤ君に。あ、ちょっとまともにもらってますか。はい、そんなにパンチ数出してるんですけど、はい、ダイヤ君のパンチがすっごい顔面捉えてるってほどでもないじゃないですか、なんでそこも気になりますね。首の展開前に出てきます。いや、しかしでもこのプレッシャーはしかし響きにとってはちょっと嫌でしょうね。はい、ミドルキックのタイミングがすごいいいので響き選手、そのミドルの間合いを潰そうというこのダイヤです。残り時間がもう1分切っています。有効打を当てたい前蹴り、響きの前蹴り、さあ出てきました。ダイヤ残り30秒切ります。時間がありません。さあ朝日さん、もう30秒切りました、はい、でももうちょっと蹴った方がいいかもしれないですね。蹴りがまだ足りませんか。多分響き自分自身今流してるんで、はい、ムエタイって流すっていうことがあるんですよ。5ラウンド勝ってると今みたいに逃げて、こうやって手振ったりしてて、なんで響き自身勝ってると思うんですけど、多分客観的に見たらそんなに差がないんで、もうちょっと蹴ってほしいですね。なるほど。さあ時間がありません。ここで試合終了、勝負は判定です。ただ今みたいにこう燃えてるとこう流していて相手は攻撃がしっかりできないってなると、流してる方がポイントが上につくんですよ。あ、そうですか。そこがこうどこまでこう判定に影響するかなって。さてジャッジがどう判断するでしょうか。この燃えたいの、まあ、そのポイントというのがあるわけで、判定の基準、まあ、改めてこの普通のキックボクシングとはちょっと違う部分があるということですよね。そうですね。さあそれでは判定が発表となります。ジャッジアラビア49対48、赤響き。ジャッジ岡林49対48、赤響き。ジャッジチャンデット49対48、赤響き。以上3対0の結果を持ちまして、判定は3対0、響きの勝ちです。響き PK 戦チャイムエタイジム、判定は3対0。ジャッジは3名とも49対48と、3名ともこの響きを支持いたしました。どうでしょうか梅田さん。そうです、もう完全にこれはもう判定がもうタイと全く同じですね。ほうと言いますと、日本でやるムエタイで、言うと僕が、見た印象としては、ダイヤ選手の方がアグレッシブだったので、はい、ポイントがついたんじゃないのかなと、はい、ただ本当にタイでやるムエタイっていうのは、まあ、ギャンブラーを意識した戦いだったりだとか、はい、細かいバランスの取り合いだったりとかっていう細かい本当その動作も影響してくるんで、はい、なるほど。以上第1試合、響き PK 戦チャイムエタイジムが判定勝利を収めました。やが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 よわおこわ風やロンサイクスプレスロンデプレス。若きテクニシャン対決、 WMC 日本バンタム級2位奥脇和也
浜で名を馳せる奥脇三兄弟の長男。弟がムエタイ王者となった今、長男も負けていられない。完封試合になりますが、必ず勝って皆さんに熱い試合届けられるように頑張るので、応援よろしくお願いします。 WMC 日本バンタム級7位、中村そら。ジュニアからタイトルを獲得してきた技巧派が日本王座に近づくか。今回の試合はチャンスなので、勝ち取ってさらに上を行きたいと思います。奥脇和也 VS 中村そら。これより本日の第2試合、WMC スーパーバンタム級3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーより中村そら選手の入場です。まずは中村そらの入場です。去年12月、タイのマックスムエタイに出場して勝利を飾っています。今日この一戦に勝って WMC 日本タイトル挑戦者決定トーナメントに名乗りを上げたいところです。右手を突き上げました中村そら。続きまして赤コーナーより奥脇和也選手の入場です。そしてこちらが奥脇和也です。今年の2月、バンタム級次期挑戦者決定戦で敗北をいたしました。今日はこのボムウェーブ1で再起を図ります。赤コーナー、エイワスポーツジム所属、奥脇三兄弟の一人、奥脇和也、今日は第2試合に登場となりました。さて17ライブをご覧の皆様、入場時の画面上に表示されています投票機能でぜひ応援をしていただきたいと思います。この投票によりまして選手の、ファイトマネーが決まるという仕組みになっております。これがまた賞金になりますので、どうぞご参加いただきたいと思います。さて2人が揃いました。こちらは中村そらです。そして奥脇和也、奥脇選手がパッチャーで、中村選手がテクニシャンということで、この試合も、距離の取り合いだと思いますね。はい、まず試合の序盤はどちらが自分の距離を、取るのかと、そのあたり注目したいと思います。さて先ほどもご紹介しました17ライブではその応援機能ございますので、どうぞご参加ください。この投票によりまして、その投票の賞金というのが選手に還元されます。こういうシステムというのも朝日さん、かなり画期的ですよね。はい、僕も出たかったですもん。やっぱりそれだけ選手にとっては目の色が変わるというところがありますよね。はい、やっぱ羨ましいですね。はい、体見ると和也さんの方が大きいですね。うん、
さて、共にこの白い、白を基調としたトランクスを履いておりますが、金のラインが入っているのが中村です。ローキックを放ちました。中村選手蹴りいいですね。はい、左出します。お互いまずは距離の取り合いです。ローから入っていく中村。やっぱムエタイ5ラウンドなんで、はい、最初にローコツコツ当ててると、後々効いてくるんでいい作戦だと思います。ローキックのダメージは徐々に、まあ、これは相手に、ね、蓄積するということを言われます。序盤はローキック。そして吉田さん、今日あの場内では、ね、こうやって音楽も流れているわけですけども、はい、このあたりあの雰囲気をお感じになっていかがですか。いや、そうですね、初めに結構あの足でリズムを取られているのかと思ってて、戦う際に、はい、でもそのリズムの意味もあったみたいで、はい、重心を後ろにしてすぐ前蹴りを出せるようにっていろいろすごい見てて、はい、梅野さん、この本場のタイでもこうやって音楽が場内流れるわけですよね。そうですね、まあ、本場だとあのラウンド重ねていって試合展開が激しくなれば激しくなるほどこうして音楽のリズムは上がってくるっていう風になってるんですけど、はい、うん、向こうは生演奏なんでそこのスタジアムにそこ、これを吹いてる人たちがいるみたいな感じです。あ、そうですか、はい、よりじゃ迫力あるでしょうね。そうですね、このボムというのは、まあ、そのムエタイの魅力というのをできるだけ、まあ、表現しようと、楽しんでもらおうということでこうやってあの試合中も音楽が流れています。さあ残りが1分を切ります。両者その距離の測り合い取り合いというところ梅野さんどう見えますか。今その中村選手が、先ほどこう吉田さんがおっしゃっていたようにこう前足でこうリズム取ってるじゃないですか、はい、あれでこう奥脇選手が、パンチを打ってくるタイミングでこう前蹴りしたりだとか、うん、パンチ打ってくるタイミングで、蹴ってるっていう、まあ、こっち今リズムを取ってるのかなと自分の、はい、まあ、まだ待ちの姿勢ですよね中村選手は。そうですか。さて朝日さんには2人の距離の取り合いというのはどう見えますか。和也さんがさっきの響と同じ同様僕と同じジムなんですけど、はい、練習とか今までの試合上結構パンチがある選手なので、パンチで近い距離に行きたいと思うんですけど今のところ中村そら選手の距離になっちゃってるかなと思うんでもうちょっとプレッシャーかけたいですね。はい、ミドルキック。さて17ライブでも初見ですという方もいらっしゃるようです。今日初めてこのボムの試合をご覧になっている方もいらっしゃるようです。試合は第1ラウンドが終了しました。梅野さん、やはり1ラウンドもまずはちょっと様子を伺うというところがありますか。そうですね、奥脇選手がやはりこうパンチが得意ということでこうどんどんこう距離は近くしていきたいはずなんですよね、うん、ですけどこう中村選手がこううまくまだこう蹴りで、長い距離を保っているのかなと。これまた次のラウンドお互いまたこう自分の距離をうまく探って探って、はい、3ラウンド以降その距離がどうなるかっていう。そうですね、中村は試合の序盤からかなり蹴りを多用していました。朝日さん、奥脇にとってはこの会場というのはもう自分の地元ですからね、地元といいますか、はい、ホームですから、はい、そういう意味ではやりやすいっていうのはあるんじゃないですかね。そうだと思います。やっぱ吉田さんが見たいって言ってた KO が和也さんの KO で見れるかもしれない。楽しみにしてます。勝手に奥脇に託しました。もう任せます。さあその期待に応えるでしょうか奥脇和也。さあ第2ラウンドがスタートです。1ラウンドは蹴りから入っていったのが中村です。金のラインが入っているトランクスです。近づいてパンチを当てたいのが奥脇。ジャブ、もうちょっとお互いフェイントが欲しいかもしれないですね。ちょっとまともにいってますか。はい、左を当てて組んでいったのは奥脇です。まあ、もう少しこうフェイントを入れた上でこううまく自分の攻撃を当てたいところでしょうか。そうですね、結構打つってなったらそれを打っちゃってる感じなんで、はい、もうちょっとテンポずらしたりフェイントが欲しいかなってお互いに思います。つまり朝日さん、なかなか攻撃っていうのは思うように当たらないわけですよね。そうですね、やっぱやってみると見てるのと全然違くて難しいと思います、は
お互いにはまだこう捨ての攻撃がないんで、今全部が強強になってしまってるんで、もっとこう弱の技をもうこう何回か出した上で、中村選手だったらこう蹴りを当てたいんだったらジャブをもっと多用して、そこから蹴っていかないとかわされてしまいますね。 ある程度ですから、この攻撃にメリハリが必要なわけですね。そうですね。奥脇選手だったら、いきなり強振するんじゃなくて、やっぱりこれもジャブから打つ、はい、前手をうまくどう使うかですね。いきなり打ってもですから、これはなかなか当たりません。奥脇パンチを狙っていきます。肘は空振り、そして組みました。朝日さん、中村も肘狙ってきますね、はい、そうですね。やっぱりムエタイは結構肘が武器になってくるので、それを結構みんな対応できてるかなって感じです、はい。まあ、本当にあの肘でガラッと試合の流れ変わりますからね。残りが1分を切りました。吉田さん、はい、このあこれダウンですか。左ウープが、ね、左ウープがかなり効きますね、はい。どうだ、立ち上がった奥脇、立ち上がりましたが大丈夫か。足が効いてるか、効いてるか、効いてるか、組んだ方がいいですね、組んだ方が、はい。あ、これはダウンか、ダウンか、ダウンではありません。組んで、はい、休まないと。まだまだ足が効いてるようです。足に力入ってないです、ね、そうですね、はい。あー、右服危ないな。さあ、中村仕留めに行く、中村仕留めに行く。残りが30秒だ、まだ30秒あります。組んで膝、これも今距離取りたいですね、奥脇選手は。もう、はい、このラウンドはもう 守っていいから。右、さあ、打ち合いになる、組まないと。あー、右モノに組んだ、あ、止めた止めた止めた、ダウンだダウンだ、ノックアウト、止めました。中村そらノックアウト勝利。うまかったですね、中村選手の左フック。蹴りとパンチどちらともうまいですね、中村選手が。まだ若いんでもっと強くなりそうですね。いや、朝日さん、ノックアウトという結末ですけども、勝者は逆になってしまいましたね。僕はちょっと嬉しくないですね。やっぱりこう KO の試合の方が吉田さんから見ても面白いですよね。そうですね。でも初めにすごい足を狙われてたじゃないですか、はい、空選手が。だから後半に効いてきたのかなと思って、そういうのもやっぱ自分で考えたりするんですか。そうですね、やっぱりこうローキックを効かせたら、パンチが当たるし、はい、パンチが効かせたらローキック当たるしっていう。それで選手によって結構初めに見て勉強したりして考えたりするんですか。そうですね、やっぱ相手の、試合動画を見て、これが当たりそうだな、パンチ当たりそうだな、ローキック当たりそうだなって考えながら試合しますね。お願いいたします。2ラウンドノックアウトで決まりました。いや、ちょっと奥脇のダメージが心配ですね、かなりパンチもらっていました。さて、17ライブでは、入場時にですね、投票機能というのをご用意しております。こちら iPad がございますけども、投票機能を使ってそれぞれ選手に応援をしてください。その応援というのがファイトマネーに反映されることになりますので、ぜひ、まあ、そのどっちの選手が勝つか、どっちの選手を応援したいか、そういう気持ちをですね、どんどん投票いただきたいと思います。こちらの画面から簡単に投票できますので、視聴者の皆様ふるってご参加ください。WMC 日本バンタム級王座決定トーナメント決勝。ムエタイオープンに続く日本2冠へ、神之丞1回戦。長いリーチから繰り出すミドルでリードを奪い、見事決勝に進出。トーナメントの本命が下馬評通りに2冠へ邁進する。トップ選手が集まるこの大会の中、負けないぐらい準備をしてきました。視聴者の皆さん、ぜひ僕の試合を見てください。兄に続いての WMC 王者へ、佐野優真。兄同様、強烈なミドルは一見の価値あり。そして弟には強烈なパンチもある。ムエタイオープン王者のテクニックを力で上回るか。
WMC 日本バンタム級王座決定トーナメント決勝、神之丞 VS 佐野優真。これより本日の第3試合、WMC 日本バンタム級王座決定戦3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーより佐野優真選手の入場です。入ってきました。まず最初に姿を見せるのは佐野優真です。兄高信は日本フェザー級チャンピオン、その兄と同じく強烈なミドルキックが武器です。現在日本バンタム級ランキングは6位、佐野優真。佐野優真、続きまして赤コーナーより神之丞選手の入場です。Yo, バトルを燃えたい、別に誰かに言われなくたって分かってるだろう、一度しかないそれぞれのライフ、止まれないし止まらない、だからこそ戦い続ける Fight for life Let me tell you、 お前の人生お前が主役だろう、生きてるうちにやってやろう。そしてこちら神之丞です。ムエタイオープンのスーパーバンタム級チャンピオンが階級を下げてバンタム級の王座を狙います。持ち前のリーチを生かしたテクニック、今日リング上で見られるでしょうか。神之丞、神之丞が入ってきました。さて WMC 日本バンタム級王座決定戦となります5ラウンド戦です。先ほどもご紹介しました17ライブでご覧の皆様、勝者予想という機能がございます。ぜひどちらが勝つか皆さんの予想、それからまあ応援の気持ちをどんどん投票いただきたいと思います。梅野さん、はい、まだねこの17ライブの投票機能それほどまだ、はい、参加人数が少ないですか。まだそれほどなんですよ。いや本当にもう選手たちは本当にもうこうこんなきつい中で、週物狂いで毎日練習頑張ってたと思うんで、できるだけこう協力していただけると嬉しいですね。そうですね、視聴者の皆様からの気持ち、どうぞお待ちしております。さあ試合がスタートです。はい、白いトランクス神之丞、そしてグリーンのトランクスが佐野です。さあ朝日さん、はい、2人のこの、まあ、体格差というのがまず一つポイントですかね。はい、自分も12月に身長が15センチ以上大きい相手とやったんですけど、はい、すっごいやりづらかったので、この試合がどうなるかすごい楽しみです。そうですね、まあ、上の階級から落としてきたこの神之丞がやはり大きいです。それからまあこの上背ですよね。上野さん、あーとローブロー入った。今結構がっつり入りましたね。しっかり休んでダメージ回復させた方がいいですね。すごい音がしました。これってカップしてても結構痛いですからね。痛いね。まあもちろんこのファールカップをつけてるわけなんですけども、まあ、時にはそのファールカップが潰れるぐらいの衝撃があるそうですね。結構こう皆さんが思っているよりかも結構ダメージあるんですよ、切ってきて、はい。まあ、でもすぐに、試合再開となっています佐野です。梅野さん、この身長差というのはどうでしょう、ムエタイにおいてはどんな影響がありますか。そうですね、やはりこうムエタイでいうと、蹴り技の方がポイントが高いので、はい、どうしてもパンチャーだとやっぱりこの身長高い選手の中に入っていかなきゃいけないっていうのがあるんで、距離が取りづらいですよね、とにかく身長低い選手の方が、はい、
身長高い選手はこう前蹴り、蹴りでリズム作りやすいと思うんですけど、なかなか小さい方はリズム作りにくいわけですね。作りづらいと思いますね。朝日さん、この小さい側としてはまず何が大事になってきますか。やっぱ高い分結構絶対減量とかもきついんで、はい、多分足も今細いじゃないですか、なんでそういう方は結構ローキックが効きやすいので、そういうところをよく見て狙っていった方がいいかもしれないですね。じゃあ佐野はローをもっと蹴った方がいいわけですか。はい、僕だったらそうしていきます。なるほど。ジャブをうまく使いながらローキックでやっぱ下を効かしていく、はい、後半それでパンチで仕留めるっていう、それがまあ基本的な流れだと思いますね。はい。そしてこの試合はオーソドックスとサウスポーの対戦でもあります。佐野がサウスポーに構えています。この蹴り終わりにローキック返したいですね。はあ、受けたままじゃなくて、はい、佐野ですね。でもやっぱり神之丞選手が長いんですごいやりづらそうですね。これですから朝日さん、簡単に届かないわけですよね。はい、すっごい中に入りづらいんで、今もロー蹴ったんですけど、やっぱ遠いから当たんないじゃないですか、はい、そういうところをどう当てていくのか工夫していかないと難しくなってくると思います。本当は打ち終わりにすぐに当てたいところなんですけども、はい、なかなか届きません。これ梅野さん、はい、届かせるためには何が必要なんでしょうか。やっぱりこう強弱ですよね今、まずパンチが今少ないのと、捨ての攻撃をもっと上を散らしながら下を強いの蹴るっていう、このジャブですね。このジャブから下を強いのを大きく蹴っていきたいです、ね。はい、残り時間が少ない第1ラウンド、強弱をつけることが大事だというご指摘がありました。ここで第1ラウンドが終了です。これって腕とかに当たるじゃないですか。それもすべて点数に入るんですかね、はい、やっぱりこう腰よりか上の、蹴りっていうのはポイントは高いですね。ムエタイだと避けたとしても、避けてガードしたとしても当たったらもうそれは点数に、腕に、当たるっていうのはこれもムエタイでいうと避けた内には入らないので、しっかりダメージを与えてるっていうふうに見られちゃいますね。しかも今佐野選手ミドルもらって飛んじゃってるじゃないですか、はい、それが結構目立つんで、うん、今のラウンドは神之丞さんかなって思います。蹴られた後にこうバランスを崩すっていうのはすごく印象が良くないので、はい、2人とも倒られたりするときあるじゃないですか、はい、あの場合は2人ともダウンを取られる形なんですか。ダウンは、取られないですね。ただバランスが悪いってなると判定に響いてくるかな。そうなんですね。はい、さて第1ラウンドが終了しました。17ライブの方ではたくさんですねエールが届いております。ありがとうございます。また17ライブを始めたばかりの方のご来場もあるようです。少しずつ盛り上がってまいりました。さあ試合は第2ラウンドへと向かいます。佐野選手もしかしたら前足のインロー効いちゃってるかもしれないですね。結構赤くなっちゃってるんで足が、そうですね、右足の内ももあたりが赤くなっています。緑のトランクスです佐野。ただ数は増やしたいですね。もっと蹴っていかないと。もらったらすぐに返します。今ぐらいこれいいですね。これいいですよ。もらったらすぐ返す。ミドル硬そうな音しますね。はい、これですからいいわけですか。この硬い音がするっていうのは、はい、ちゃんと腕に当たってるんで腕も痛くなってくると思います。蹴り終わり右のストレート神之丞です。このまま今佐野選手がカットも何もしてないじゃないですか。このままだとローも腕も痛くなってきちゃうんで、ちゃんとガードして、はい、見た方がいいかもしれないですね。今もうミドル、蹴ったら、はい、佐野選手がもう全部今もらってる状態なので、これってあの蹴ってる方からしたらすごい楽なんですよ、はい、全部当たるっていうのは、神之丞がローキック、あーちょっと増えてきました。神之丞のローキックです。前蹴り、かなり前足が効いてるでしょうか佐野。あれにどうにかして反応したいですね。そうですね、左フック押し込んでいきます。そして組の展開、まあなかなかどうでしょうね朝日さん、ちょっとやりにくいところありますかね佐野は。やっぱり調子のいいところを全部神之丞さんがやっているので、はい、そこに佐野選手がどうやってやっていくのか見たかったんですけど、このままだと本当に神之丞選手のペースになっちゃうんで、はい、どうにかして崩してほしいです、ボディ、ナイスボディ、ストレートを出しました。ボディストレート、そして組です。あーまたボディです。
梅野さん、ボディストレートが効きますね、佐野。そうですね、結構身長高い選手でも打ってた方がいいですよね。残りが1分切っています。この組んだ時のバランスが良くないですね、顔が下がっちゃって。あ、そして投げる形になりました。神之丞選手、もしかしたらお腹ちょっと効いてるかもしれないですね。あ、そうですか、またボディ、このボディストレートが効いてるでしょうか。そして組の展開です。あのボディとローキックで崩していきたいですよね。そうですね、佐野のボディが少しずつこれは効果を発揮してるでしょうか。またボディストレートを狙っていきます。でもそのままボディストレートだけだとやっぱバレちゃうんで、はい、上にも散らしたり、うん、やっぱ上下分けてほしいですね。やっぱりフェイントですよね、はい、残り時間が少ない第2ラウンドです。もう10秒切っています。うん、ミドルキックを出しました。ここでゴング、第2ラウンドが終了。さて2ラウンドは梅野さん、少し展開変わってきましたか。はい、そうですね、やっぱりこう徐々にローキックが、効果出しているのと、まあ、ボディ効いてきているのかなと。さあ朝日さんにはどう映りました。1ラウンドは結構神之丞選手のペースかと思ったんですけど、はい、2ラウンドの中盤から佐野選手が結構盛り返してたので 3,4 ラウンドすごい楽しみになってきました。はい、さあそして吉田さんにはどう映りましたかね、この試合というのは。はい、佐野選手がちょっとあの急所めっちゃ当たっちゃったので、すごいなんか回復されるのか心配だったんですけど、これはもう治るものなんですかね。すぐ多分もう回復してきてますよね。もう回復してると思います。すごく心配してました。よりによって急所に一番興味があるというね。そういう意味じゃないですか。いろんな、方からですねコメントも徐々に届いております。さあ第3ラウンドが始まっています。おっと一瞬顎が上がりました佐野です。パンチからキックのコンビネーション、神之丞これ下がっちゃダメですね佐野選手、はい、前に行かないと。パンチから蹴りとつないでいきます。手数を増やしてきました神之丞。でも神之丞選手がパンチで入ってきてくれるなら佐野さんは結構いいかもしれないですね。と言いますと自分の距離と近く自分の距離になるので、近いとパンチもやっぱ狙いやすいんで、はい、そういうところでは合わせたりもできるので、結構相手が来てくれる方がいいかもしれないですね。なるほど。反対に梅野さん、神之丞としてはこれどうしたいですか。はい、そうですね、できるだけこっち長い距離を保ちながらミドルキックでポイントをしか取っていきたいかなと、はい、結構腕は痛いと思うんですよ、あんだけいいミドルキックを当てられてるってことは。崩しました。いいですね。このラウンドは前蹴り、それからこの踏みを使っていきます。神之丞のプレッシャー、今のミドル絶対腕痛かったですね。おー、左、いやー、朝日さん今のクリーンヒットに見えましたけどどうですか。今の多分絶対神之丞選手ボディストレート来ると思って、はい、ちょっと下意識したら上だったんで、今のもフェイントになってるんで、ああいう攻め方はとってもいいと思います。なるほど。やっぱり今ロー嫌がってますね、前足の神之丞選手が嫌がってるんで。でもお互い結構足赤いですね。うん、そうですね。お互いローを狙っていきます。足はかなりダメージがあるはずです。佐野選手自分から蹴っていきたいですね。はい、相手の蹴り終わりにしか今蹴り返してないんで。まあそれからこの踏んで崩すというのは神之丞の方が目立ちます。下がらずに自分からいかないとパンチからローキック狙っていかないと多いです。これは空振り、コーナーに詰めた。佐野選手がちょっと首相撲が苦手しそうなので、そこだけもうちょっと対応してほしいなって思います。踏んだ時はやっぱりあの神之丞がうまく崩してますよね。そうですね、首になったら神之丞選手のペースなのかなと思います。今も朝日さん、神之丞自分から首いきましたね。はい、ある程度いけると思ってるんですかね。ここはでも首できんなら腰つかまないで首つかんだ方がポイントが高いので、はい、どうせなら首つかみにいっちゃえばいいのにって思います。なるほど、首相撲にもちゃんとそのポイントのがあるわけですよね。そうですね。さあ首を今度は掴んでます。おー、投げを打ちました。
残り時間がありません。第3ラウンド、ここでゴングです。第3ラウンドが終了。梅野さん、第3ラウンドはいかがですか。はい、そうですね、神之丞選手のローキックが効いてるとは思うんですけど、神之丞選手が、はい、ただまあ佐野選手はこう自分からこう蹴っていけてなくて、やっぱりこう相手の攻撃を待ってやっと返す、手数がちょっと少ないかなと思うんで、はい、もうちょっとこう佐野選手が自分から攻めて、いかないとちょペースが、作れないかなと。うん、朝日さん、かなりこのラウンドはちょっと組の展開といいますか、はい、目立ちましたね。そうですね、神之丞選手のペースになっちゃってるので、結構ローも効いてきてるので、しっかり相手が効いてるのをセコンドが伝えてくれてれば、はい、いい次のラウンドいい攻め方ができると思うので、うん、次のラウンドローで行ってくれたらいいなと思います。はい、今の投げを打つシーンがありましたけど、朝日さん、このムエタイの投げというのは、これはルールとしてはどうなんですか。ダメですね、足をかけちゃダメなんですよ、うん、崩すのはあれなんですけど、なんでその違いがやっぱり難しいかもしれないです。さて第4ラウンドが始まっています。いやでも吉田さん、今日はお客さんもいませんし、このなんて言いますか、選手同士のこの肉体がぶつかる音っていうのがダイレクトに伝わりますよね。そうですね、すごい、こんなに体っていい音するんだっていうぐらい、うん、そうですよね、やられてる方は相当痛いんですけどね。これ梅野さん、いい音がするときと、それから音がしないときはどっちが痛いんですか。でもこれ音がしないときも意外と結構痛いんですよ。とってもわかります。なるほど、これはもうやってる人にしかわかりません。そうですね。さて第4ラウンド、少しプレッシャーかけてくるか。うまい、いいですね、ローも今、効かせてるんで、自分からパンチ打ってそこからローに行きたいですね。はい、あ、ミドル、このミドルは得意にしています。ただこの組んでの展開というのは神之丞がやはり優位に進めます。でもこのラウンド神之丞選手の、あ、ミドル、これは今の蹴り良かったんですけど、はい、それまで手数が減っちゃってるんで、もうちょっと今みたいに蹴った方がいい。腕効いてますね、腕が、はい、佐野選手の腕が今左手が結構効いてますね。はい、また左腕狙ってきます。多分、左のパンチがちゃんと打てないと思いますよ、この佐野選手。また左手狙ってきます。今度は右、ナイスストレート。いや、パンチも良かったですね。左手ちょっとこれはダメージがあるでしょうか、佐野。ここでいかに、気持ちをどれだけ出せるかが大事なんで、はい、痛くても辛くてもここで前に行かないと勝ちがないですね。これ前に行かないと、右ミドルをどんどん蹴ってくる神之丞。前に行きたい佐野、ロープ際詰める、左ストレート、ナイスストレート。はい、残りが1分切ります。もう佐野選手には前に出てほしいですね。はい、あ、左打ちです、いいですね、これこれ人か。そう、気持ちここで出さないと、ここで勝ちたいならここでいかないと。ただ首を混ぜてきます神之丞。朝日さん、ちょっと佐野はボディが出なくなりましたかね。そうですね、今出てたんで、はい、その調子でボディと顔上下やっていってほしいですね。ただこういけるっていう時にやっぱり神之丞がうまく首を使ってきます。そう、でもお互いちょっとスタミナが切れてきちゃってますね。あは、残りが30秒切っています、第4ラウンド。まあ梅野さん、この4ラウンドあたりはやっぱりきついでしょうね、選手は。そうですね、誰もこれも本当みんなきついの当たり前なんで、はい、これどれだけ頑張れるかなんですよね、結果を出す人間というのは、はい、左ストレート出てきます、佐野が出てきます。第4ラウンド残り時間がありません。お互い苦しい時間帯、さあどうだ。ここでゴング、第4ラウンドが終了。お互いにロー効いてますね。まあ本当に足が2人とも赤く晴らしています。これだけ赤くなると、朝日さん、もう翌日なんか大変じゃないですか、これ。僕も1回ロー効かされて、その試合勝ったんですけど、その次の日学校行ったら友達にめっちゃいじめられましたね殴られたり叩かれたりして。それは足がやっぱり赤くなってた、もう分かりやすかったってことですか。そう、夏だったんで半ズボンで行ったんですけど、クソ腫れててめっちゃ叩かれて。あ、それ長ズボン履くべきでしたね。ちょっと暑かったんで半ズボンで行っちゃったらそうなっちゃいました。
さて17ライブは、初心者ですという方、それからエールを送りましたというコメントも届いています。17ライブを始めたばかりの方もいらっしゃるようです、ご新規の方もお越しになっているようです。ありがとうございます。さてそれでは試合はファイナルラウンドへと向かいます。ここでも、佐野選手が勝ちたいんだったらどれだけ前に出るかですね、うん、さあ最後のラウンドです。待たないでも前に行かないと。どう出します。佐野、ただ前に出てくる神之丞、神之丞がプレッシャーかけてきます。お、左、朝日さん、だんだんこの左合ってきましたかね、はい、でも今佐野選手、はい、はい、一発一発攻撃、重いいい攻撃出てるんですけど、単発なんで、はい、もうちょっと今一発じゃなくて2個3個4個欲しいですね。それから神之丞も今右の当たりましたよね、はい、この神之丞選手が狙ってるのもミドル蹴って組んで、ミドル蹴って組ん で、はい、でパンチの距離に、させないっていうのを やってると思うんですけど、はい、その前にもう今、3回4回パンチまとめていかないと、自分からですね、待ってちゃダメですよ、待ってちゃ、はい、自分から仕掛けたい。佐野、ミドルのトランクスです。これ待ってちゃダメです、自分からも行かないと。ただこれ手が出ないのは梅野さん、やはり消耗があるんですか、はい、スタミナの消耗もありますし、やっぱりこう左の腕が、殺されちゃってるんですよね、このミドルキックで、はい、神之丞のミドルキックで左手がなかなか使えないでしょうか。今もう体ごと吹っ飛ばされちゃってるんで、はい、蹴り受けた後、あー、おい、ナイス、今のワンツー良かったですね、はい、すごい。この後もすぐ行かないと、すぐ自分から攻めていかないと、これ待っちゃダメですね、待っちゃ。先に手を出してるのは神之丞です。左狙っています。おー、左、神之丞が出てくる。自分から仕掛けたい佐野、プレッシャーは神之丞。佐野選手もうちょっと出てほしいですね、パンチで、はい、もうあと、もうこのラウンドが最終ラウンドなんで、全部出し切らないと、せっかくここまで頑張ってきたんだから。いや、吉田さん、2人とも最終ラウンドですから相当苦しいでしょうね。いや、結構もう表情からすごく苦しいのもそうですし、白熱してるんですけど、はい、やっぱ表情って関係あるんですか。関係ありますね、やっぱりこう疲れた表情してると印象が悪いですし、はい、相手がやっぱ精神的に楽なんですよね、きつい表情してくれると。はい、私きつい方がいけるって思っちゃいますよね。本当ですか。え、本当ですか。きつい方がいけるって思うんですか。きつい方がなんか今やっちゃえばいいのかなって。あ、相手の表情が、表情が、あ、そうです、相手の表情が、そうですね、きつそうだったらやってる対戦相手からしたらガンガンいけちゃいますよね。はい、さあ残りが30秒を切りました。いよいよ勝負どころです。勝負どころ、神之丞出てくる、カウンター合わせる、ここで詰める。神之丞選手はこれ攻め方すごいいいですよ。ミドル打って、はい、組んで膝打って、相手にパンチ打たせない戦い方で、長身の人のセオリーの戦い方してますよね、うん、さあどうだ、佐野、佐野打てるか。あー、右ストレート、神之丞。佐野選手本当に勝ちたいんだったらこの辛い時に前に行かないと。はい、ここでゴング試合終了、勝負は判定です。神之丞選手の戦い方でもこれ本当に良かったですね。中盤なかなかこの佐野、大きな神之丞を捉えることができませんでした。ただやっぱこの試合終わった後もやっぱこういう風に今神之丞選手ちょっとこうロープにもたれかかっちゃってますけど、本当はムエタイだったら試合終わった後もしっかりともう疲れてないアピールをしておかないと。タイとかですごいですよね、ギャンブラーに向かって、うん、それはジャッジに影響があるってことですか。そうですね、それにやっぱり、ギャンブルなので今後の試合の、にも関わってくるんで、この選手はスタミナがあるかないか。なるほど。ジャッジ岡林50対48、赤神之丞。ジャッジシーン49対48、赤神之丞。ジャッジ大成49対48、赤神之丞。以上3対0の結果をもちまして、勝者赤コーナー神之丞。ちょっとこのミドルキックももらいすぎてしまいましたし、体が流されてましたもんね、ミドルキック受けた後。判定はジャッジが、2名が49対48、1名は50対48、いずれも神之丞を指示いたしました。判定は3対0、このスーパーバンタムから階級を落としてきました神之丞が判定3対0で勝ちを収めています。
いやー終わってみるとやはりこの長身をうまく生かしていたそんな印象があります。朝日さん、はい、やっぱりこの体格っていうのをうまく使ってましたね。そうですね、本当に長身の人はああいう戦い方すれば多分本当に大体は負けないと思うので、これからもこういう戦い方で戦ってほしいです。はい、さあこれでスーパーバンタムに続いてバンタム級と2つ目のベルトを手に入れました。真の上皇上野さん、これで2階級制覇ですね。はい、そうですね、本当に今朝日君が言ったように長身選手のお手本のような戦い方をしていたので、今後これを一個一個もっとレベルを上げていけばいいんじゃないのかなと。ミドルキックとは首相撲ですね、はい、自分の武器に、よりこう磨きをかけていけばここからさらにどんどん成長していくんじゃないのかなと思いました。うん、2本目のチャンピオンベルトを手に入れました。さあこれからさらなる、まあ、活躍というのが期待できるわけです。吉田さん、本当にもう2人ともね消耗戦といいますか、はい、かなりハードな試合でしたよね。そうですね、でもやっぱり体格とかもすごく関係あるんだなってすごく改めて思いました。まあ本当にいろんな要素があるというのがね、お分かりいただけたと思います。吉田さんのようにもしかしたら今日初めてご覧になるという方も視聴者の中にはいらっしゃるかもしれません。はい、初見ですという方もコメント欄には見られます。どうぞ17ライブの方でもご参加いただきたいと思います。こちらでは勝敗予想、選手の、まあ、応援も含めた勝敗予想も、投票を受け付けております。さあそれではこの後は第4試合へと参ります。WMC 日本スーパーフライ級王座決定戦。19歳のチームリーダーが栃木にベルトをもたらす。 NJKF フライ級1位近い。タイで修行を積み試合経験も豊富なゼロのチームリーダー、日本タイトル総なめ、まずは WMC に標準を定め、今回練習した成果をしっかり出してチャンピオンになれるよう頑張りたいと思います。 WMC 日本バンタム級5位佐藤グリコ、佐賀県出身の30歳がついにベルトへ王手。苦労人が若き精鋭とテクニック比べにいざ参る。大会相手のことは考えてなくて、とにかく勝つことだけ考えて戦います。 WMC 日本スーパーフライ級王座決定戦、誓いバーサス佐藤グリコ。これより本日の第4試合、WMC 日本スーパーフライ級王座決定戦3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーより佐藤グリコ選手の入場です。止まらない止まらないやられないさらに半端なくでかい野望を叶えるために、未だないそのやばい肩にはまらないスタイルで勝ち上がるバトルを振り越えたい。一握りの選ばれた戦士だけが勝ち残れる資格以上。まずは佐藤グリコです。常に打ち合いを挑んで後ろに下がらない戦いぶり、その試合ぶりには定評があります。パンチを得意とするムエタイファイター。佐藤グリコがスーパーフライ級の王座を狙いにこのリングにやってきました。カー
続きまして赤コーナーより近い選手の入場です。いやあ、まだ内川センサルトゥーワンサイドフロンよ、バトルを埋めたい、ハハハハ、容赦はしねえ、狙った敵は。そしてこちらが近いです。ニュージャパンキックのフライ級ランキング1位、キックボクシングだけではなくてムエタイでもタイトルを狙いに行きました。この誓いも攻撃的なアグレッシブなファイターです。さあ、期待通りの打ち合いが今日は見られるでしょうか。スーパーフライ級王座決定戦に臨みます。チーかーいー。レフェリー岡林。さて、ボムウェーブ1第4試合を迎えました。スーパーフライ級王座決定戦です。この佐藤グリコは、以前、僕と同じジムだったんですよ。はい、後衛選手なんですよね。なんでちょっと、頑張ってほしいですね、本当に。ではどんな選手か教えていただいてよろしいですか。そうですね、フィジカルが強くてパンチとローキックが、強いので、そのパンチとローでこういかにこう攻めていけるかですよね。非常に攻撃的なファイターですよね。そうですね、アグレッシブですね。最近有名選手たちと集まってこうフィジカルトレーニングも、しっかりとやってるみたいなんで、その成果が、この試合にどれだけ、生きてくるか。確かに体仕上がってますね。さあ、対するは近いです。近いはニュージャパンキックのフライ級ランキング1位。ラウンド1、さあ試合スタートです。白いトランクスが佐藤グリコ、海野さんの後輩に当たります。そして黒いトランクスが近いです。先ほどもご紹介しました、非常にアグレッシブなファイターです。まあ、本当に朝日さん、はい、攻撃的な試合っていうのを期待したいですよね、2人とも。そうですね、ムエタイってなんかすっごい5ラウンドもあって、そんな KO とかもないっていうイメージなんで、見てる人が楽しませるような試合をしてもらいたいですね。そうですね。いや、でも梅野さんおっしゃったように、佐藤グリコの体、はい、仕上がりすごいですね、肉体が。そうですね、普段僕が知ってる時っていうのは55キロで、試合してたんですよ、はい、だけど今回このスーパーフライ級っていう、まあ、約52キロの、体重でやってるんで、その減量区が、どう試合に影響するかっていうのは、気になるところなんですけど。あ、なるほど。まあ、吉田さん、このキックボクシングだったりムエタイっていうのは減量っていうのがありましてね、はい、このあたりも試合に影響するそうなんですけども、はい、まあ、1回でどれくらい減量することが多いんですか。自分は9キロとかですね。9キロも減量してるんだ。はい、すごいね。それはもう走って節制してって感じです。最後選手は水抜きで結構抜くんですよ、はい、1日で何キロぐらい落とす、朝日君は。自分は 2.5 とかですね。 2.5 最後でも計量が終わるともう食べてる。そうです、はい、はい、さあコーナーに詰めました。さあ、その減量がだからどこまで、この試合出るかですよね、その佐藤グリコの方が。そうですね、梅野さんがさっき言ってたように、グリコさんはなんか結構キックボクシングなのかなって話聞いてて思ったんですけど、近井君が結構ムエタイスタイルなんで、そこで今肘とか膝を出せてるんで、そこはいいと思います、ね、いや、近井もアグレッシブにいきますね、本当に仕掛けてきます。今のこの組んでる展開でも、この佐藤グリコの方が両手が外側なんですよ、はい、これやっぱりこう内側に、していかないと、首のこの組んだ展開で、押されちゃいますよね。組んだ時自分の手を中に入れたいわけですよね。そうですね。残りが1分切りました。先に近いが仕掛けていきます。ジャブを打ちます。狙っています。そしてミドル前蹴りです。ちょっとリズムに乗ってきたでしょうか。いや、朝日さん、はい、近いちょっとリズムが乗りましたかね。そうですね、左フック返しました。こういうのにでもやっぱ入ったところに合わされるのが怖いんで、はい、そういうところもちょっともうちょっとフェイントかけたり慎重にいけたらいいかなと思います。残り時間30秒。そして右です。そしてジャブ、結構いいタイミングでジャブも入ってるんで、ジャブからその佐藤グリコの方は、蹴りまでつなげたいですね、ローキック、はい、まだパンチだけですからね。そうですね、この後蹴りにつなげたいです。佐藤はまだパンチだけ、2人にはパンチもいいですよ、当たってるんで、はい、
グリコさんって KO 多い選手なんですか？ KO そこまではないんだけど、はい、ただフィジカルが強くていつもこう圧力で、勝っていくタイプ。そうなんだ。第1ラウンド終了。第1ラウンドが終了いたしました。さて17ライブの方では投票も受け付けています。どちらが勝つかという予想もどんどんご参加ください、まあ、正直言いますと番組このスタートした時はそれほどではなかったんですけど徐々に盛り上がってきました、このあたりもムエタイと一緒ですね。そうですね。まず初めは様子を見てから、だんだん盛り上がってくるという感じになってますそうですね。これどんどん盛り上がってほしいですね本当に、はい、今僕が見ててもこうどの選手もしっかり頑張ってきてるんで、うん、応援していただきたいですね。あのコメントの数がまず増えてきました。それからこの投票というのがですね選手に還元されます。ファイトマネーに還元されますので、ぜひまあその選手に今日の日までねいろいろ仕上げてきました。練習はもちろんですが、減量だったりとか、そうですね、コンディションを整えてきた選手に、まあ、還元されますので、どうぞ投票という形で応援してあげてください。さて試合は第2ラウンドへと向かいます。ここからまた流れ変わってくると思いますよこのラウンドから。はい、ラウンド2。さあ第2ラウンドです。今日は全部 5ラウンドなんでそれも面白いですね。はい、珍しいですよね全部が5ラウンドっていうのね。そうですね。さて、コメント欄見てるとキックボクシングとムエタイはどの辺が違うんですかという初心者の方から質問が来ています。改めてこれどうでしょう、じゃあ先輩の海野さん。そうですね、はい、やっぱりこうただ攻めていればいい、ただ手数が多ければいいっていうものではなくてムエタイはですね、はい、しっかりとこうバランスだったりだとか、まあ、表情、あとやっぱりこう蹴りですよね蹴り、はい、パンチだけをいっぱい打っててもそんなにポイントつかないんで蹴りをうまく当てることですね。キックのポイントが大事ってことですか？そうですね。表情っていうのはこれ顔のことですか？そうですね、あの疲れたり痛い、それですぐ表情出してしまうと判定にすごい影響出るんで、あとこの蹴り終わり、はい、あと相手の攻撃もらった後だったりとか、とにかくバランスもすごい重要視されるんで、はい、体のバランス。そうですね、蹴られて体が吹っ飛ばされちゃうとそれすごいポイント悪いんですよ、はい、ですからこうブレない人っていうのがやっぱりこれは評価されるわけですね。そうですね、軸がある芯がある、はい、そういう選手の方がポイントは高いです。なるほど。朝日さんどうですか、ご自身のことを見てなんか当てはまってますかやっぱり。そうですね、でも僕はあんまりムエタイの部分もしっかりあるんですけどパンチとローキックの選手なので、なんで自分はムエタイの中でも自分的に楽しめる試合をできてるなと思うので見てる人が、はい、でも梅野さんとか全然違くてしっかりムエタイやる方なんで、その中でも肘で倒すところとかもあるんで、ムエタイのいろいろな戦い方があるので、その選手の戦い方も一つ一つ見ていくのも面白いかもしれないです。選手ごとのキャラクターといいますかね、はい、それぞれのこう得意な部分、色があります。まあ、ただそのなるべくこのブレないというのが大事だという話が先ほどありました。これはもうキックボクシングと違うところです。そうですね、はい、これは蹴りの選手だろうとパンチの選手だろうとどちらとも絶対に共通しているのはバランスが良くないと勝てないので、はい、蹴り終わりパンチの打ち終わり、これがバランス崩していると、テクニックがないと見なされちゃうので。なるほど。グリコさんもうちょっとプレッシャーかけた方がいいですね。はい、少し、まあ、やっぱり後手後手に回っちゃってますね。そうですね、近いの方が出てきました。お互いパンチ振ってきます。いやでも本当に期待通り好戦的な2人ですからね、手数が本当に多い試合になっています。第2ラウンド本当に2人とも手を出しています。パンチも蹴りもよく出ています。まあ、さっきお話にあったようにこの蹴りというのがキックというのがまあ非常にポイントが高いと言われています。評価されます。これがムエタイです。この蹴りをまたどういう形で当てるかというのも梅野さんこれ大事なわけですか？そうですね、あのただ蹴り当てても威力のない蹴りっていうのはあまりポイントもつかないので、はい、ただ今この、近い選手、蹴りもしっかりと威力も出てるんでこの蹴りはしっかりとポイントについてくると思いますね。相手にダメージを与えるような蹴りがこれは大事であると。大事ですね。試合は第2ラウンドが終了いたしました。いやー朝日さん2人ともよく手数出しますね。そうですね、やっぱ手数ある試合面白いですね。こういう試合の方が吉田さんも見せても面白いですよね。そうですね、あとなんかグリコ選手がたまになんかちょっとニヤってなんか笑ったりしてるのもパフォーマンスなんだなと思うと、はい、なんかさらになんか表情まですごい見どころがたくさんあるので面白いですよね。はい、思います。細かいところまでよくご覧になっています。
さてそれからですねコメント欄を見るとやっぱり格闘技今たくさんいろんな種類があるからルールがよく分かりませんという方もいらっしゃるようです。まあ本当にそうですね、格闘技の団体、まあ、それぞれこうスタイルがありますからルールが違います。そういうのをこう一個一個こう自分で調べて勉強していくとよりこういろんな団体の試合が楽しめると思うんで、はい、ちょっとこういろんな試合を見て勉強するのもいいかもしれないですね。そうですね、今日はまずこのボムの戦いぶりをじっくりご覧いただきたいと思います。さて第3ラウンドの始まりです。第3ラウンドが始まりました。このラウンドからもグリコの方が前に行ってパンチローキックでしっかりと相手にダメージ与えていかないと4ラウンド以降はちょっと厳しくなってきちゃいますね。ああ蹴りの打ち合いになりました。近井君が必ず返すところがいいですね。はい、確かにあの近井の攻撃で終わってるようなその印象があります。そうですね、黒いトランクスの近井です。右ストレート出しました。別に蹴りで戦う必要ないんで、グリコの方はもっとパンチでもいかないと、はい、今相手の子今こう蹴りに付き合っちゃってるんですよこれ。なるほど、さあ近井の蹴り佐藤行きたい。ああ右ストレート、ローからパンチ、パンチからローまで行きたいですね。はい、グリコは攻めていかないと。あっとすごい音です。ああマサローキック単発になっちゃダメなんですよ、蹴りが単発にならないでこの蹴りからつなげていかないとパンチに。そしてボディです。近いちょっと浅井さん、はい、ローキックのダメージ佐藤どうですかね。どうなんですか、でも足すっごい太いんで、はい、効かないかもしれないですね。そうですか、効かない人っているんですよ、まれに空手やってる人とか。おなんかローキックの打ち合いとかやってて慣れてる。右ストレート、あパンチクリーンですね。佐藤のパンチ当たりました。肘2回3回まとめていかないと、さあ肘を使ってきました近いです。この近い選手は、グリコのこのパンチに対して肘を合わせたいはずなんですけど、はい、そこをうまくこうかわしながらパンチまとめていきたいですね。グリコでも近井君これに付き合わない方がいいかもしれないですね。あということは、朝日さんどうすればいいですか。近井はもっと蹴ってた方がいいかもしれないです、ね、蹴りを使った方がいい、はい、グリコさん的にはこのままいけばいいと思います。佐藤右が当たります。今度は右で返しました近井。お互いパンチの打ち合いになってきました。グリコの子にはパンチの手数が増えてるんで今これすごいいいですね。はい、当たってるんでこれどんどん増やしていかないと数を。でも近い選手若いのに気持ちすごいですね。はい、コーナーに詰めます。下がらない、残りが1分切っています。第3ラウンド、わあすごい音。ああいいですね、ちょっとロー効いたかもしれないですね。近い選手右で返した近い。近い選手が今結構この、グリコのパンチに付き合っちゃってるんで、はい、グリコとしては今だんだんやりやすくなってきますよね。残り時間30秒、佐藤グリコはこのままパンチでいいわけですか。パンチ行かないと勝てないですね。この蹴りに付き合っちゃいます。はい、右出します。佐藤当たってます。ああ右で返した出てきます。肘を当てたい近い。パンチを大きくで勝負したいですね。グリコはバランス崩しました。佐藤いいよ頑張れというコメントも17ラウンドから届いています。ここでゴング、第3ラウンドが終了しました。いやこのラウンドは梅野さん流れ変わってきましたね。そうですね、やっぱりこうコンビネーションの数が、グリコの方が増えてはきているんで、はい、流れは少しずつは、掴めてはきているんですけど、ただそれでもやっぱりこうまだ近い選手の方が、蹴りいい蹴り当ててるんで、もう次のラウンドどれだけグリコがこうパンチをまとめられるか、これが結構こう勝負の分かれ目になってくるんじゃないのかなと思います。はい、今のラウンド見てもまあ一発二発とこう続けて連打を当てる場面もありました。もっともっとこれ流れを作りたいというわけですね。そうですね、 できれば最後にそれで最後右ローまで返したいですね。パンチを終わらずに蹴りにつなげたいと。はい、はい、さてそれでは朝日さんにも伺いましょうか。このラウンドどうでしょうか。このラウンド最初は結構近い選手が良かったんですけど、グリコ選手が結構パンチで巻き返してたんで、うん、4ラウンド目もグリコさんがこのままパンチで来たらちょっと近い選手危ないかなと思います。はい、さあ第4ラウンドです。大事な第4ラウンド、近いが来ます。近いが蹴りから入ってきます。インローから来ます。これグリコは蹴り待ってちゃダメなんですよ、これ自分からパンチで突っ込んでいかないと。佐藤も内もものあたりが結構赤くなってきました。
これ朝日さん、あの、はい、ももっていうのはこれ内側の方がやっぱり痛いんですよね。なんかやっぱ外側打たれ慣れてるんで、はい、意外と耐えられるかもしれないんですけど、インドって結構すぐ効いちゃうんで、このままだとちょっと危ないかもしれないですね、はい、非常に太いこの佐藤ぐり子の足ですけども、うわー今度は外からロー蹴り合いじゃダメです。パンチいかないとぐり子の方はですから、まずその距離を作りたいですよね、うん、パンチの当てるための距離を作りたい佐藤ぐり子。白いトランクスです。左手うまく使わないと当てられないですね。左手うまく使ってちょんちょん触っといて触っといて強い攻撃、はい、ジャブもっと使った方がいいわけですか。使った方がいいです。確かにジャブがちょっと足らないかもしれません。組んだ状態です。組を使っていきます。近い選手ムエタイスタイルなんで、ロー蹴り合ってないで、ロー蹴られてもミドル返した方がいいかもしれないですね。さあジャブです。佐藤のジャブ、おーっと前蹴り。梅田さん、今でもジャブがありましたね。そうですね、このジャブからコンビネーションに繋げていかないと、はい、今これまだジャブでまた終わっちゃってるんで、近い選手は逆にグリコ選手がこうパンチ突っ込んできたところにこのミドル合わせて肘合わせてっていう風な形が一番今のこの展開でいうといいと思います、はい、追いかけます。ミドルキック、いいですね。今パンチからキック、おっとお互い画面にパンチです。お互いでもアグレッシブいいですね、はい、打ち合います。パンチと蹴り、そしてジャブをついてきます近い。おっと今度は近いの顎が上がります。行かないと行かない、一発あって終わりじゃなくて行かないとまとめていかないと。さあ殴り合いになってきました。残り時間1分、残り時間1分切ります。わーっと詰めてきました近い。体勢を入れ替えます佐藤ぐり子。今これお互い絶対きつい時間なんで、この辛い時にどれだけ前に蹴るかですね。残りが1分切っている第4ラウンド、第4ラウンド残り時間が少ない、1分切っています。そうそうそう、まとめがないと、まとめがない顔面殴り合いです。出てきました近い、近いのプレッシャー。近い選手気持ちが強いですね。そうですね、朝日さん近いはしかしスタミナありますね。そうですね、やっぱ若いっていうのもあるのかもしれないですね。あ自分は若いんですけどスタミナないんですけど。そうですかまだ10代なのに、はい、蹴り合いになってきます。近い出てくる、近いがプレッシャーかけてきます。あ距離が潰されます。ここで第4ラウンドが終了。年齢って全然関係ないんですか。多分基本的には若い方がスタミナがあるっていうふうに言われてますね、はい、なんかもう軽量で階級は決まってて、年齢の制限とかも全然何も。ムエタイは年齢制限はないよね、朝日君。日本だったらあるんですけど、はい、日本だったらプロになれるのが高校生からなんで、高校生になるってことは16歳ですか。そう、16歳。梅野選手も朝日選手も16歳から。僕は18歳でムエタイを始めたので。そうなんですね。遅いんですよ。自分は15歳の時にやりました。16歳の代の時で15歳の時に、はい、なんか皆さん歴がすごいちっちゃい頃からやってる方から、大人になってからなんかキックボクシングからムエタイに来たりとかもたくさんあるじゃないですか。今多いですよ、すごい若い時から、小学生小学校入る前からムエタイやってるって選手は多いですね、はい、それってやっぱそっちの方が有利だったりとかもあるんですか。僕はそれ認めたくないんです。ファイナル気持ちですね。さあ最後のラウンドが始まりました。このラウンドでも、あ、この試合どっちが勝ってもおかしくないんで、このラウンドが結構大事だと思います。最終ラウンド、もつれています、はい、お蹴りを出してくる近いです。近いの蹴り、そしてジャブ。このきつい、最終ラウンドにどれだけ前へ蹴るか、それで勝敗、決まります、はい、しかしローも効いてきてますね。そうですね、近い選手、あ外から前足痛いですね、うん、グリコのローが効いてきてます、はい、効いてる、効いてる、流れちゃってますね。これパンチからローに行きたいですね、はい、ローだけじゃない、パンチからローに当たってる、当たってる。これはやはり体が流れると梅田さん、これが良くないわけですよね。そうですね、明らかにダメージがあるんで、はい、これもっと明確にしていきたいですね、グリコの方は。そう、このローいいですよ。そう、このパンチからローに、はい、パンチからローに、パンチからローに、カウンターが右に当たった。ここからローに行かないと。近い選手でも気持ち強いですね、近い出てきます。ムエタイ首相撲で後ろ取られたらダメなんで、今のこの体勢はグリコの方がポイント高いです、はい、これバック取られるの良くないわけですよね。そうですね、
今やっぱりこうもう近江選手が足効いちゃってるんで、はい、さっきまで組んでる展開でも良かったんですけど、今ちょっと下半身に力入ってないですね。ただ前に出てます、近江が前に出てます。ただやっぱ攻撃の質が落ちてますね、やっぱ足効いちゃってるから。あー、なるほど。とにかく手数は出してますけども、それほどの威力はないってことですね。そうですね、かなり足にダメージがあります近江。展開です、展開。ここでどっちが前へ蹴るかですね。明確なしっかりとした力強い攻撃が欲しいですね。あと1分半切っています、勝負どころです。出てくる近い、いやー朝日さん、でも本当に近いが出てきますね、はい、グリコさんせっかくロー効いてるんで、もうちょっとパンチドローで前へ出てほしいです。はい、組まないでいいんですよこれ、パンチドロー、パンチドロー、ここで打ってかないと、蹴っていかないと。残り時間が1分切ってます。出てくるコーナーに詰める近い、ずーっとバランス崩した。これもやっぱ足が、効いてるんで、さっきまでは、上に近い選手がいたのに、今毎回転ぶたびに下が近い選手になってるんで、はい、それほど足が効いてる証拠ですよね。足がこれ踏ん張れないんですね、きっと。そうですね、時間がありません、最終ラウンドです。残り時間30秒、残り時間が30秒を切ってます。どっちが勝ってもおかしくないですね。組の展開、組の展開、パンチ、そうそう蹴っていかないと、そこから蹴る蹴る蹴る、佐藤のパンチ、蹴りにつなげたい。今ローが効いてるから当たりやすいんですよ、はい、ローが効いてる時はパンチも当たりやすいんで。残りが10秒を切っています、もう時間がありません。2人とも足がもう赤くなってます、時間がない。ここで4分、試合終了、試合終了、判定決着です。いい試合でしたね、気持ちをお互い見せて。いやー、上野さん、手数が2人とも多かったですよね。そうですね、まあ、攻め続けた5ラウンドでありました。朝日さん、はい、本当にあの2人とも期待通りの試合といいますかね、よかったですね、あまりこのディフェンシブなところなかったですからね。そうですね、グリコさんがでもちょっともったいなかったかなって感じですね。途中カウンターでパンチ当てる場面もありました。判定の結果をお伝えいたします。ジャッジチャンデット49-47、青佐藤。ジャッジ大成48-48ドロー。ジャッジシーン49-48、青佐藤。以上2対0の結果を持ちまして、判定は2対0、青コーナー佐藤。いやー、でもお互い本当気持ちのミスが本当いい試合でしたね。そうですね、ジャッジの採点は割れました。49-47、そして49-48、ジャッジ2名が佐藤を指示いたしましたが、ポイントは少しこれは違います。そして48-48ドローという人が1人、結果まあ2名が指示しましたので、佐藤グリコの勝ちとなりました。いやまあでも本当にこれは梅野さん、接戦でしたね、はい、そうですね、本当にこれもどちらがても全くおかしくなかったと思うんで、最後まあ明確にしっかりとしたダメージを与えたのはグリコの方だったのかなと、はい、いやコメント欄見ても佐藤やったねというコメント、そして両選手に拍手という方もいらっしゃいます、うん、この試合本当に面白かったですね、うん、面白かった、まあ本当に朝日さん何度か話に出ましたけど、2人とも、ね、攻め続けた結果といいますかね。そうですね、はい、いやでもこれだけタフな試合をやるともう本当に明日は大変でしょう、体が。試合中はもう明日のことなんて考えられないもんね。まあそうでしょうね。この後も多分2時間くらい勝ってふわふわしてたら夜になったらどんどん痛くなってくるやつです。本当にもう特に足なんか心配ですよね、相当蹴られていました。スーパーフライ級王座決定戦は佐藤グリコが判定勝ちを収めまして、チャンピオンベルトを腰に巻いております。これより10分間の休憩に入らせていただきます。さてボムウェーブ1、ここまで前半戦が終了いたしました。
それでは放送席の皆さんにも一言ずつ感想を伺いたいと思います。前半4試合を振り返ってみて、いかがでしょうか。まずは梅野さんから感想をいただきましょう。そうですね、まあ、今もう本当に今の試合グリコ、僕の後輩選手勝って初めてのベルトを負けたということで、いや本当にちょっと良かったなっていうちょっとほっとした気持ちが一番なんですけど、はい、ただどの選手もやっぱレベル高いですね、いや自分がこうプロ、まだプロになって間もない頃と比べるとかなりレベルが高くなってるなって印象は強いです。そうですか、はい、それでは朝日さんいかがですか。そうですね、なんかどの試合も KO1 試合だったんですけど、本当に5ラウンドあっても飽きない5ラウンド全部面白い試合ばっかりだったんで、この後半ももっとレベルが高くなると思うので、今後も5ラウンドしっかり見ても飽きないような試合を楽しみにしてます。はい、ご自身の解説ぶりに関してはどうですか。なかなかうまくいってるのかなまあデビュー戦ってそんなもんですよね、はい、吉田さんはいかがですか、ここまで前半振り返って、はい、すごい面白くて楽しくて本当に結構めっちゃ見入っちゃうので、それとすごい解説が上手なので、多分初めて見てるライバーの方とかもすごい楽しんで一緒に、盛り上がって見れてるのかなと思ってるので、後半どんどんもっと熱くなりそうなので楽しみにしてます。はい、17ライブを始めたばかりの方からのコメントもたくさん来ています。それから秋彦頑張れ、この後の試合ですね、さらにはお疲れ様というねぎらいの声、それからローキック入ったように見えたけど佐藤太もも強かったなというような、コメントなども届いています。コメントのバリエーション数もかなり増えてまいりました。引き続きご視聴いただきたいと思います。さあそれではウェーブ1、この後は休憩を挟んで後半戦へと続いてまいります。後半まだまだ強い選手がたくさん出てまいりますので、どうぞ引き続き YouTube ライブ、さらには17ライブで中継をお楽しみください。リングの中はいつも一瞬のことが全て、肘も膝もなしの勝負なんてありえない。ムエタイがやりたい、本物が立つ舞台、そうそれはいつもバトルオブムエタイ。よっ、立ち技の最強、俺たちの栄光、 WMC ラジャルンピニーのチャンピオン。は？肘なし膝なし笑わせんな、この日本でホンマモンのムエタイが見えるやつ。これしかなくて夢を描いて、誰が最強か決めるため、勝ち負けなんて言葉じゃない。肘なし膝なし笑わせるな、ボムしかなくて他にはない。ムエタイルールが見たければいつでも病んで見逃すなって、これが噂のバトルオブムエタイ。インファナボクシング、リサイザボクシング、ニルファナボクシング、リサイザボクシング、街はびた。ボムのムエタイが見れるから、何が起こるかわからない。全てが決まる戦いの中、肘なしなんてつまらない、膝なしなんて見応えない。ここに集った本物たちの、本物だけのバトルムエタイ。インファナボクシング、リサイザボクシング、ニルファナボクシング、リサイザボクシング、倉庫にて始まったボム・ザ・バトル・オブ・ムエタイ。肘なし膝なし笑わせるな、どこも真似できないそのスタイルと、肘膝ありさえ認めたルール。本物のムエタイをこの日本で、立ち技最強を今ここで。夢しかなくてボムの旗揚げ、2013横浜から、勝ち負けなんてこれしかない、やるかやられるかただそれだけ。放って旗揚げたボムが世界へ羽ばたくまで、見せたいもんがムエタイだった。最強を決めるバトルオブムエタイ。インファナボクシング、リサイザボクシング、ニルファナボクシング、リサイザボクシング、インファナボクシング、インファナボクシング、インファナボクシング、リサイザボクシング。
中はいつも一瞬のことが全て、肘も膝もなしの勝負なんてありえない、ムエタイがやりたい、本物が立つ舞台、そうそれはいつもバトルオブムエタイ、よ立ち技の最強、俺たちの栄光、 WMC ラジャルンビニのチャンピオン、は肘なし膝なし笑わせんな、この日本でホンマモンのムエタイが見えるやんぜ、夢を描いて誰が最高か決めるため、勝ち負けなんて言葉じゃない、肘なし膝なし笑わせるな、ボムしかなくて他にはない、ムエタイルールが見たければいつでも病んで見逃すなって、これが噂のバトルムエタイ、インファナボクシング、インサイドボクシング、インファナボクシング、やが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 よ、わあ、ここはカズヤロンサイクスプレス、ロンデプレス。ここで WMC
スーパーウェルター級チャンピオン柿沼圭選手よりご挨拶がございます。こんにちは、ボムスーパーウェルター級チャンピオン埼玉ポコタクラブジムの柿沼です。今大会出場しようと思って調整してたんですけど、コロナウイルスの影響で対戦相手見つからず出場はできませんでした。で、次回興行は必ずメインイベントで本物の外国人相手に世界タイトルマッチで出場したいと思うんで、応援よろしくお願いします。で、僕たち選手は本当にスポンサー様とかサポートしていただける人たちのおかげで試合も練習も生活もできてます。本当に、まあ、勝手になんですけど、みんなを代表してありがとうございますと言いたいです。本当にありがとうございます。あとはコロナで、まあ、医療関係者の皆様、本当にお仕事お疲れ様です。僕は医療関係者の仕事じゃないんで、そういうことはよく分かんないんですけど、僕は僕にできることを何でもお手伝いしたいと思うんで、僕でもジムでもいいんで、 Facebook でも Instagram でも YouTube でもジムに直接電話してもらってもいいんで、なんかお手伝いできることがあれば何でも声かけてください。お願いします。これからもボムと、ポコナクラブジム、あと僕柿沼家、応援よろしくお願いします。カメラの時間いただき、カメラじゃないマイクの時間いただきありがとうございました。柿沼圭選手ありがとうございました。続きまして、ラジャダムダンスタジアム認定ミニフライ級チャンピオン奥脇龍也選手よりご挨拶がございます。YouTube 17ライブ、ご覧の皆さん、こんにちは。英和スポーツチームの奥脇龍也です。この度は、クラウドファンディング、ご協力、ご支援ありがとうございました。皆様のおかげで、たくさん集まりました。今回は出れなかったんですけど、はい、次のボムは出て皆様に熱い試合をして恩返しできるように頑張ります。これからもボムと英和スポーツジムの選手を応援よろしくお願いします。奥脇龍也選手ありがとうございました。日本五冠王、再び世界へ。元 WMC 日本スーパーバンタム級王者、渡辺優斗。昨年アジア最大の格闘技団体ワンに参戦。結果は振るわなかったものの、世界との距離は分かった。再び世界へ再始動を図る。試合をやるからには皆さんに元気と勇気を与えられるような試合をして絶対勝ちたいと思います。対するはアグレッシブファイター秋彦。甘いルックスに似合わす好戦的。名王者に一歩も引かず得意の一撃で波乱を呼べるか。最後まで倒しに行き、気持ちを見せて必ず勝ちます。お願いします。渡辺優太 VS 秋彦。
コース。ただいまよりボムウェーブ1、本日の第5試合ボムフェザー級3分5ラウンドを行います。青コーナーより秋彦選手の入場です。Like a shining star, like a shining star. Yo, さらにもっと輝けるように Yo, big up N720 alongside rock, missing around Yo, run it. さあ入ってきました秋彦です。去年の12月大野隆との一戦で引き分け、周囲をあっと言わせました。フィジカルが強く、そして体のバネには定評があります。再開したボムウェーブ1のリング後半戦、まずこの秋彦が足を踏み入れました。秋彦続きまして赤コーナーより渡辺裕太選手の入場です。バトルオブメタイ、誰にも負けない。日本タイトル5冠を達成した渡辺裕太、昨年はワンチャンピオンシップに出ていきました。しかしそこで待っていた現実は2連敗。さあもう一度世界を目指すための再起戦、渡辺裕太はこのボムからまた反逆ののろしを上げることになるでしょうか。通い慣れたこの英和スポーツジムのリング、渡辺裕太今コールを受けました。レフェリー大なり、さてフェザー級戦です。3分5ラウンドの試合です。今日は YouTube ライブ並びに17ライブでの生中継ご覧いただいています。17ライブの方ではコメント並びに選手の勝利予想もお待ちしております。まあ、投票の結果というのはこれは勝った選手に反映されますので、どうぞまあ一押しの選手へのコメント、そしてこの応援というのをしてください。たくさんの投票をお待ちしています。今日は中継の開始から徐々にこのコメント、それから投票も増えてまいりました。ボムウェーブ1後半戦はこの一戦でスタートいたします。青コーナーは秋彦、そして赤コーナーは渡辺裕太です。試合がスタートしました。金のトランクスが秋彦、そして赤いトランクスが渡辺です。さあ梅野さん、はい、この試合はどんな点に注目されてますか。そうですね、僕ちょっと両選手のファイトスタイルがそこまで詳しくは分からないんですけど、ただこの渡辺選手はサウスポーで、秋彦選手は、まあ、右利きのオーソドックスなので、はい、お互いのこの、右利きの選手だったら右の攻撃、左利きの選手だったら左の攻撃をどうやってうまく合っていくかっていう、ここが一つこう勝負の分かれ目になってくるんじゃないのかなと思います。なるほど。梅野さんはサウスポーに関しては、はい、どうですかね、ちょっと苦手だというような話も聞いたことあるんですけども。僕サウスポー大嫌いなんですよはっきり言い切りましたね。そうですね、なのでただ右の攻撃がすごい得意な選手、右の蹴りが得意な選手っていうのも、いて、僕はあまり得意ではないんですけど、はい、秋彦選手が右の、蹴り、右のパンチが得意なんだとしたらどんどん蹴っていった方が、いいですね。はい、それでは朝日さんにも聞きましょうかね。サウスポー対策、まず何が大事になってきますか。やっぱり、自分オーソなんで、相手を相手がサウスポーの時は相手の外側に回ることが大切なんで、はい、向かい合った時にお互い今見てもらうと分かるんですけど、両方同じ足が前じゃないですか、なんで裕太選手だったら右に回って、うん、秋彦選手だったら左に回る、はい、どっちがその外をちゃんと取れるかっていうのがポイントになってくると思います。相手の構えている外側に回ることがこれが大原則ですかね。
それで回ってミドルまでつなぐ、ローまでつなぐっていうのが多分そのサースポーオーソドックスの戦った時のセオリーだと思います。はい、まあ、あの野球なんかでもねピッチャーが右投げそれから左投げ両方あるわけですけども、それによってこう戦い方向き合う人っていうのはこれも全然変わるわけですよね、印象がね。そうですね、とにかく今この前足の位置ですよね、前足の位置、この前足がどちらこう外側取れるか、残り時間1分、そこにこう注目するといい。はい、踏み込んでいきました明彦。まずは1ラウンド相手の様子を見ます。やっぱお互い1ラウンドなんで手数が少ないですね。はい、まずはその様子を伺う、距離を測るという、吉田さん、今日は何試合か、まあ、前半戦ご覧になってだんだんこう見方が少しずつ分かってきたところもあるんじゃないですか。そうですね、あそれとなんか先ほどとはまた今回は違う距離の結構距離を今回取られてるので、はい、はい、さっきは結構激しくもう初めから打ち合いだったので、やっぱそれぞれの試合で面白さが違うなって思いました。まあ、対戦相手組み合わせによってそういうのもまた変わってきますよね。そうですね、残りがもう10秒を切ります。あまりこの展開のないままこの試合は第1ラウンド終了を迎えそうです。無栄体って結構大体1ラウンドほぼこんな感じですよね、はい、こんな感じであんまりお互い攻撃は、出さないですね。第1ラウンドが終了いたしました。この距離でどういう攻撃を打ってくるかな、このぐらいの距離だとこういう風に、相手動くのかなっていう、とにかく相手がどう動くかをチェックするんですよね、はい、第1ラウンド第2ラウンドっていうのは、今それをお互いがちょっと確認し合ってる、状態ですね。なるほど、これがムエタイのスタイルです。ですからまあ梅野さんなんかはこういうスタイルに慣れてると、突然この3ラウンドの試合やるとちょっとね、なかなかこう合わせるの難しいところありませんか。そうですね、やはりこう、慣れてないものをやるってなると、まあ、難しい点はありますね。3ラウンドの試合っていうのはもう初めからガンガンいかないといけませんからね。そうですね、そして今回のこのムエタイルール5ラウンドっていうのはしっかりとこう、ちゃんとこう点で見るというか、ちゃんと線で見ないといけない、ちゃんとこの今後のことを考えてどう動こうかっていうのをちゃんと頭に入れて考えて、戦っていかないと。はい、ただ攻めたいから攻めるだと結局勝ちに繋がらなくなっちゃうんですよね、ムエタイだと。そうですね、さあ、おいいですね、アグレッシブで左秋彦が攻撃です。金のトランクスが秋彦です。サウスポに構えている渡辺優太、赤いトランクス、ローキック。このラウンドはお互いローを蹴ってきます。そして少しプレッシャーをかけてきたでしょうか、渡辺左返してきました秋彦。ゆうたさん同じジムなんですけど、はい、まっすぐ下がらない方がいいかもしれないですね。今もまっすぐ下がっちゃってるんですけど、はい、今は右に曲がった方がいいですね、回った方がいいですね。まっすぐ下がっちゃうとすごい相手のプレッシャーかけやすいんですよ、相手側からすると。パンチももらってしまう可能性ありますよ ね、 そうですね。なんでしっかり前の手伸ばしてあげて右に回ってあげた方がいいですね。ではあの渡辺の特徴についても伺いましょうかね、朝日さん、どんな選手というふうにこれ紹介すればいいですか。打たれ強いっていうのが一番のポイントだと思います。あとは肘とローですね、はい、今も走ってるローなんですけど、はい、あのローすごくいいんで、ローをコツコツ当ててって首の距離になっても肘でって感じの選手ですね、はい。まあ、本当にホームリングで今日は試合をしているわけです、渡辺優太。あのワンチャンピオンシップでも、ね、2試合やってるわけですけども、ああいう試合なんかはどうですか、朝日さんはどんな思いでご覧になってましたか。自分2回目は行ったんですけど、はい、やっぱり僕のお兄ちゃん的存在なんですけど、お兄ちゃんがそういうところに立つのすごいなって思ってセコンドも使わせてもらったんですけど、はい、やっぱ本当にトップレベルの興行だなって思いました。まあ、やっぱりその会場の雰囲気というのはこう試合選手にも影響ありますか。はい、選手の自分への体調管理とかもすごいですし、はい、大会自体の規模もすごいんで、やっぱそういうところに出てる選手はそういうことしてんだなっていうのもすごい勉強になりました。なるほど、朝日さんも大いに刺激を受けたようです。今日はその兄貴分の渡辺優太が試合をしています。まあ、でも本当にあのそういうところで結果が出せなかった渡辺、今日しっかり勝ってですね、またやっぱりこう気持ちを新たにしたい部分もあるでしょうね。また出てほしいですね。はい、残りが1分を切りました。かなりローを蹴っています。お互いローの蹴り合いになってきました。そうです、ね、でももう足前足赤くなってきましたね。はい、そしてパンチ明彦です。どうでしょうね、朝日さん、手数としてはどう見えますか。スロースターターってところがあるので、はい、ゆうたさんは、
なんで、まあ、いつも通りって感じです、今のところ。そうですか。まあ、梅野さんどうでしょうね。ちょおーっと右へ返しました。そしてボディストレート、渡辺です。お互いにこれ今攻撃もらってもそんなに足がバタバタしてないじゃないですか、はい、でこうやっぱりこうどうしてもムエタイと足がこうバタついてる選手って、弱いというかレベルが低いというふうに見られちゃうんですよ、はい、機械とかまあ車とかと同じで、まあ、いい機械ってうるさくないじゃないですか、はい、車も、ナイスゴール、これはダウンだ、ダウンだ、すごい痛い目が入りましたね。どうだ、立てるか、おい、これはすごいタイミングで入りましたね。やば、今これはすごい。梅野さん今カウンターですか。完全にカウンターでストレート入りましたね、いやびっくりです。タイミングも良かったですね。2ラウンド3分です。本当に終了間際でノックアウトが超飾りました。いや朝日さん綺麗に入りましたね。超嬉しかったですね。しかもやっぱサウスポーなんでストレートで良かったです、ね、カウンター綺麗に入りました。それではリプレイでちょっと見てみましょう。相手が蹴りに入ってきたところですよね、うん、そう左ミドルに対してストレート、左ストレート、はい、もう一度見ましょう。タイミング良かったですね。ラウンド終わると思って多分ちょっと気抜けたかもしれないですね。これ梅野さんローを狙ったとこだったんですかね、はい、すか相手は多分、高い蹴りを、ミドルを蹴ろうとしたと思うんですけど、それに対してストレート。あー朝日さん残り10秒切ったところで少しもしかしたら秋彦にも油断があったのかもしれませんね。そうですね。自分も10秒前のコンコンってやつが鳴るとちょっと気抜くん で、 あ、そうですか。これ見たらちょっと気をつけると思います。この試合なんて言っていいか分かんないんですけど、僕はバンに出てて、そこで1勝するために、頑張ってきたんですけど、今のところ連敗続きで、この先後がない状態でしたんですけど、こんな時期に、試合組んでくださった、中川会長にはとても感謝してます。それで、ちゃんと KO で倒して、次につなげられるために、勝ててよかったと思います。ありがとうございました。選手退場。試合タイムは2ラウンド3分ちょうど。ノックアウト勝利、渡辺裕太、このボムウェーブ1でノックアウト勝利を飾りました。一心をかけた王者対決実現。WMAF 世界スーパーバンタム級王者チバナ・デビット軽量級離れした重いパンチを武器に活躍。昨年ついに世界のベルトをも手にした。ホームリングで迎えるは日本王者。真っ向勝負で受けて立つ。自分の応援の力と、あとは感謝の気持ちを拳に込めて、KO 決着で大会を締めていきたいと思います。俺が締めるんだけど。WMC 日本スーパーバンタム級王者、加藤優吾。元ラジャダムナン王者、石井宏樹の愛弟子は、昨年二十歳にして日本王者に輝いた。パンチと秘めたポテンシャルはかなりのもの。今宵世界への階段をついに踏み出す。今回対戦相手もファイターで噛み合う相手だと思うので、必ず熱い試合をして勝ちたいと思います。
柴田デビッド VS 加藤優吾。これより本日の第6試合 WMC スーパーバンタム級3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーより加藤優吾選手の入場です。まずは加藤優吾が入ってきました。去年の12月 WMC 日本スーパーバンタム級チャンピオンに輝きました。そして今年2月のボムでは KO 勝ちを収め勢いに乗っています。去年2019年はなんと6試合をして5勝を挙げています。波に乗っている男。さあこのボムウェーブ1からまた新たな波に乗ることになるでしょうか。WMC 日本スーパーバンタム級王者加藤優吾。加藤優吾先にリングインです。続きまして赤コーナーより柴田デビッド選手の入場です。バトルオブムエタイ。別に誰かに言われなくたって分かってるだろ。一度しかないそれぞれのライフ。止まれないし止まらない、だからこそ戦い続ける。 Fight for life. Let me tell you. お前の人生お前が主役。そしてこちらが柴田デビッドです。 WMAF 世界チャンピオン。去年の4月チャンピオンを1ラウンドノックアウトしました。群馬在住でこの横浜の英和スポーツで練習を積んでいます。打たれ強く、そしてパンチ力があると言われているファイター。今日は注目の56キロ契約チャンピオン対決。どちらも負けられない一戦に臨みます。赤コーナー、エイワスポーツジム所属 WMAF 世界スーパーバンタム級王者柴田デビッド。柴田デビッド今コスチュームを脱ぎしてます。56キロ契約チャンピオン同士の対戦を迎えました。さて17ライブでご覧の皆様、またこの試合においての投票を受け付けましょう。勝者予想をぜひしてください。その皆さんの投票の結果というのは選手のファイトマネーにも反映されます。2人がグローブを合わせました。いやーしかし梅野さん、2人のこの髪の色も全く対照的なんですよね。そうですね、2人とも派手ですね。ちょうど赤コーナー青コーナーに分かれてますよ。そうですね。確かに、まあ、これは狙ってなのか偶然なのか。試合もしっかりと派手にお互いがこうガンガン攻めて面白い試合してもらいたいですね。はい、何度もチャンピオン同士の対戦です。さあ試合スタートです。髪の色で表現した方が良さそうです。赤い髪が千葉な、そして青い髪が加藤です。まあ、加藤はあの石井弘樹が今日はセコンドについています。さあまずはプレッシャーをかけるのは千葉なでしょうか。いいですね、フェイント、デビッド選手のフェイントからのローキックとかいいですね。お互いパンチャーなんで、やっぱりどっちが先にパンチを当てていくかっていうのが、結構この試合大事だと思います。はい、そのためには梅野さん、やっぱりフェイントが大事なんですよね。そうですね、それとただパンチ打つだけじゃなくて、やっぱりこうローキックですね、下を意識させて上を当てていくっていう。はい、これですね、パンチからのローキックです。それからどうでしょう、朝日さん、2人ともあのジャブの動き見せますよね。そうですね、やっぱり、デビッドさん A1 も所属してるんですけど、はい、群馬に在住してるので、
練習の週の半分を中澤、元 K1 ファイターの中澤潤さんがやってるジムでやってるので、はい、どちらかといったらキックボクシングスタイルなのかなって思うんで、うん、はい、ここはムエタイ工業なんですけど、ノーキックノーライフとかでも出た石井裕之さんとかがキックボクサーなんで、なんかお互いキックボクシングスタイルっぽい試合になると思います。なるほど、まあ、加藤の方もね、レキックスですから、まあね、伝統の目黒ジムの流れといいますか、キックボクシングのスタイルかと思われます。今のカーフちょっと効きましたね、多分。あー、ローキック打ちます。島田強いローキック外から、いやでも本当にあの皆さんいろんなこうフェイントを使っているのが伺いますよね。そうですね、このパンチ打つよというフェイント、そして蹴るよというフェイント、はい、この2つをうまく、組み合わせて攻撃してますね。あとあの目のフェイントなんかもあったりするわけですよね。そうですね、やっぱりこうお腹見て顔にパンチ打ったりとか、顔を見ながら足蹴ったりだとか、はい、残り時間1分、残りが1分切ります。動作と目、この2つのフェイントをうまく、組み合わせたいですね。はい、左フック放っていきます。デビットさんのプレッシャーいいですね、すごい。なかなかちょっと加藤が手を出せないような状況です。やっぱりちょっとカーフキックが結構効いてますね、はい、最近流行ってるカーフキック、このカーフ、まあ、スネのあたりですよね。そうですね、スネの外側といいますか。残り時間30秒、本来普通太ももを受けるはずなんですけど、ローキック、はいはい、カーフキックはもう少し下の、まあ、膝よりかもっと下のところ、スネの真横ら辺の筋肉を受けるっていう、結構効いてますね。これあの総合格闘技で今流行してるんですけども、こういう立ち技の世界でも使われるわけですよね。たまにこう取り入れてる選手もいますよね、最近は、はい、残りが10秒切っています。ルベノさんカーフできますか。打ったことない。あ、自分の足が痛めちゃいそうで。あ、もらったことありますか。もらったことないですね。あ、そうですか。第1ラウンド終了。練習では何度かもらったことあるんですけど、うん、そうですね、そんなにこうカーフキックが上手い選手から、カーフキックもらったことはないので、実際だからどのくらい本当に痛いのかっていうのは僕は経験したことがないのでわからないんですけど。そうですか。朝日くんはもらったことある。ゆうたさんがさっき1試合前にケアをしてた、ゆうたさんが使うんですけど、うん、それは本当に痛かったですね。あ、痛いんだね。来るタイミングっていうのがローと一緒で、うん、分かんなくて、普通ローって練習とかだったら軽くポンって感じじゃないですか。なんでそんな重いの来ないなと思って力入れなかったら、うん、意識してなかった太ももに来てすっごい痛かったです。やっぱ慣れない攻撃ってもらうと本当効いちゃうんですよね。あ、そうなんですね。梅野さんもまあ近い将来もらう日が来るかもしれません。そうですね、はい、勉強しておきます。はい。さて試合は第2ラウンドへと向かいます。やっぱりこれさっきあの朝日くんが言ったように、2人ともこうベースがちょっとこうキックボクシングっぽい動きになってるんで、はい、さっきの、この前の、試合に出た選手たちに比べてステップが多いと思うんですよ。このピョンピョンピョンってこう足をこう動かすっていう、はい、あー、首ましたね、クリーンヒット。さあどうだ、効いたか。ここで打ち合うか打ち合わないかですね。千葉田が行く、千葉田が行く、あー肘、ここはチャンスか、一気に仕留めに行くのか、千葉田コーナーに詰める。これ本当は組んだ方がいいですね。はい、うわ、梅田さんこれ効いてますかね。加藤かなり効いてる。ガードだけだってまずいですね、はい、組んだ方がいいです。組んだ方が、あっとバランスが効きました。これちょっと時間を稼いだ方がいい、そうですね、ちょっとまだ効いてるでしょうか。おっとボディ、今度は顔面だ、肘パンチだけになっちゃうとデビットさんもまずいですね。はい、蹴りも使った方がいいですか。今セコンドに言われてる通りカーフが1ラウンドから効いてるんで、はい、1ラウンドのカーフがもったいなくなっちゃうんで、パンチとカーフで攻めた方がいいですね。なるほど。さあコーナーに進めました。自分のコーナーだ。千葉田コーナーに進める。効いてるデビットさんを散らした方がいいんですよ。パンチでまとめます。ちょっとパンチにこれ偏ってますかね。ちょっとパンチに固執しすぎですね。はい、上が効いてるんで下を攻めたいですね。やっぱり梅野さん、画面相手が効いてるとなると、どうしてもそこを攻めたくなるんですかね。そうですね、はい、で相手も効いてる分そこをしっかりとガードするようになるんで、ガードされてるんだったらガードしてないところ、はい、で今効いてるカーフ、これが一番いいですね。ボディ、ゆうごくんちょっと回復しましたかね。そうですかね、はい、加藤もパンチ返してますからね。そうですね。さあジャブ打って、いやデビットさん本当にカーフがもったいなくなっちゃうんで。なるほど。今パンチ効いてても、はい、カーフにも散らした方が、加藤も右ストレート、右当てた、こういう時に、当てた、はい、こういう時にデイビッド選手、しっかりと、自分だけ打つこと考えないでしっかりディフェンスしないと、パンチいいのもらっちゃって逆にダウン取られちゃったりもするんで、反対にもらう可能性もあるわけですよね。そうそうそう、カーフと、あ、ハイキック、加藤ハイキック出しました。近い距離になりました。今度は近い距離、
なんか全部で効かせようとしちゃってるんで、今デビッドさんが出すパンチが一発一発重く打っちゃってるんで、はい、それを3発目で、あ、3発って3発目だけすっごい狙うとかの方がいいかもしれないです今。なるほど、その辺のメリハリも必要かもしれません。そうですね、残りが1分切っています。依然として前に出てくる千葉だ。これロー欲しいですね。ロー、カーフ、カーフ、ローキックは出ません。コーナーに詰める、パンチで仕留めたいのか。カーフ欲しいですね。前蹴り掴んだ、組んだ展開です。足技が出ません。デビット回復してきたか。加藤、加藤もパンチ出します。ロープギア詰める、左フック、左、うまい、加藤返した、加藤のワンツー、そして右ストレート、右ストレート、左フック。逆にこれ加藤選手もパンチだけならないで、はい、デビットさんはカーフ欲しいですね。おーっとローキック出しました加藤。あと10秒とかなんで、うん、残り10秒だ。さあどうだ、右ストレート、左フック、重いなパンチ、すごいパンチです。加藤選手パンチ重いですね、回転速いですね。左フック、うわっと、どうだ、効いてるな、効いてる。右ストレート、が右ストレート、ここでゴングです。いやいい試合ですね。いい試合、スリリングです。お互いに今効かせましたね、このラウンド。どっちも危ないパンチ持ってますね。そうですね。そして梅野さん、かなりあの試合がキックボクシングっぽいですね。そうですね、やっぱステップが全然違いますよね、お互いにこうピョンピョンピョンってこうステップを刻んでるんで、その分やっぱりこうパンチは速くなりますよね。また吉田さんが見たそうな KO になりそうですね。そうですね、本当に吉田さんどうですか、さっきまでの試合とまたガラッと変わりましたよね、はい。いやそうですね、本当に打ち合いもそうですし、あのカーブキック、カーフキック、カーフキック、それはやっぱできる人とできない方がいたりするんですか。どうなんだろう、やったことがあるかないかなのかな。確かに僕はでももらってもできなかったです。あ、そうなんですね。人によるかもしれないですね。いや私も取得してみようかなと。空手やってたからいいと思いますよ。空手でいう、まあ、下段蹴りです。下段蹴り、はい。さてコメント欄にもたくさんいただいております17ライブ、かなりコメントが増えてきました。初見ですという方もいらっしゃいますね、大歓迎です。ラウンド3、カーフキックに反応している方もいらっしゃるようです。さあ第3ラウンドの始まりです。2ラウンドはすごい打ち合いになってきましたが、3ラウンドはどんな展開が見られるでしょうか。この試合は本当に当たったもん勝ちみたいなところありますね。そうですね、なんか2人とも当てる気満々という感じですかね、朝日さん。そうですね、僕もこういう感じの戦い方なんで、はい、しかも同じ階級なんで、見てて本当に面白いですね。やっぱり血がたぎるところありますか。試合やりたくなります。そうですか、今後やっぱり自分が戦うかも可能性がある選手の、試合を見ると結構面白いですよね。やっぱり別の世界ではなくて同じ世界だっていう風に見えちゃうわけですもんね。そうですね。いやしかし2人とも本当にあのクリーンヒットがありました、さっきのラウンドです。こういうのダメージはどうですかね、梅野さん。でも今これお互い気をつけてるんですよ、パンチを、はい、さっきよりかパンチ打ち合ってないじゃないですか、蹴りを細かく今お互い打ち合ってるんで、はい、お互い今こう上を、上はすごい気をつけてる分、デイビッド選手はカーフキック狙いたい。右ストレート、さあ加藤の右ストレートだ、そして左、左フック。ユーゴ君はストレートで踏み込むのが本当にうまいですね。そうですね、でその後の左フックにつなげますよ ね、 そうですね、さっきも同じ形だったんで、はい、デイビッド選手のこの右の蹴りに合わせて、加藤選手が右のパンチ踏み込みが早いんでこれいいですね。はい、右のストレートから左フックという流れ、肩を持ってる、左切れたの、うん、そうですね、口ですか、鼻ですか、多分鼻血ですね。ジャブです、ジャブついてボディだ。かなりどうですか梅野さん、はい、加藤がこう打ち分けてきたというかこうリズム乗ってきましたかね。そうですね、でここで、デイビッド選手しっかりとこう強いカーフキック打ちたいですね、はい、1ラウンドが本当にもったいなくなっちゃうんで。そうですね、カーフキックでしっかり効いてくればこの、加藤選手のこの右ストレート、はい、これどんどん威力も、落ちてくるはずなんで、うん、今のストレート危ないですね。そして反対にローを切ってきます加藤。ちょっとあの朝日さん、はい、加藤のジャブが当たってきましたよね。すごいですね、しかもさっきのラウンドと違ってちゃんとロー、今もボディとか上下でちゃんと散らせてるんで、パンチの時もボディ、はい、あ右ストレート、これだ、左フック、パンチ危ない、なんで上下散らせてるところがいいですね。確かにそうですね。いやそして右ストレートから左フックという流れです。加藤これ多分得意の流れなんでしょうね、型なんでしょうね。デイビッド選手蹴りたいですね。ちょっと止まってますね。いやちょっと朝日さん、1ラウンドのあのカーフキックがね見たいですね、もうちょっと本当にカーフと
パンチを増やしてほしいですね。手数減りましたね。もうカーフキックは自粛しないでもらいたいですよね。そうですね。ただ今これカーフキック強く蹴れないのも右の蹴りに対して、はい、加藤選手が右ストレート結構合わせてに来てるんですよ、このカウンターが怖くてデイビッド選手蹴れてないと思うんですよね。なるほど、そういうことですか。残り10秒切っています。左出しますがガードされました。そして加藤出てくる右、うわ、またストレート一発一発重いですね。そうなんですよね。出てきました加藤、ここでゴングです。第3ラウンドが終了。このラウンドは明確に、加藤選手が取りましたね。かなり被弾しました。顔が赤くなりました。千葉なデビット髪も顔も赤いですね。そうなんですよね。東京アラート発令中ですよ。ここ横浜ですけど。いやちょっと吉田さん、はい、かなり千葉な血がたくさん出て痛々しい感じになってきましたね。本当にあとパンチが早すぎて、本当手が4本とかに見えるくらい。なるほど、本当ステップ早いですね。すごいですね。確かに回転の速いパンチを打ちます。これです、加藤のパンチ。この右ストレート、いやでもこれもらってよく立ってますよね。そうですね、まあ、気持ちですよね。でもちょっと1ラウンドでもらって2ラウンド慣れたって部分もあるかもしれないですね。でもお互い顔腫れてきましたね。これ時間をまあ経つことにだんだんこう顔手が腫れてくるんですよね。そうですね。さあ第4ラウンドの始まりです。通常のこうムエタイスタイルとは違う、まあ、かなりキックボクシングに近い形の試合になっています。今もこうお互いでこう足でこうステップ刻んでるんで、はい、結構お互いこう今攻撃重視のやっぱ構えですよね、キックボクシング寄りのムエタイはこんなステップ踏まないんですよね。あまり踏まないですね。ただその分こうやってピョンピョンってこう跳ねてる分強いパンチが打ちやすいですよね。あ、加藤選手は今これもパンチを狙ってますね。なるほど。これやっぱり梅野さん、ステップが多くなると軸がぶれやすいっていうのはあるんですか。軸がぶれやすいっていうのはありますね。だから攻撃をもらった後にバランスが崩しやすいっていう。なるほど。だからムエタイ選手はあんまりやらないわけですね。あまりやらないですね、はい、いやデビットさんには1ラウンドの動きをずっとしてほしかったですね、はい、今なんか待っちゃってるんで1ラウンドジャブとかカーフもつけてたんで、パンチも当たるようになったんですけど今パンチだけになっちゃってんで当たらなくなってるんで、はい、1ラウンドの動きをもう一回してほしいです、ね、そうですね。出てきました。千葉千葉が前出てきますが左当てます。加藤強いパンチ打ちます。左フット、そして右で返しました。打ち合わない方がいいです。もうちゃんと蹴った方がいいです。パンチは捨て、パンチを捨てのパンチを使いながら蹴るっていうのが大事ですね、はい、むしろ加藤の方が蹴りうまく使ってますよね。今使ってますね。コンビネーションいいですね。蹴り混ぜてからのパンチ打っています加藤です。いやしかし本当に朝日さん1ラウンドのあの流れね、もう一度千葉な欲しいとこですよね。欲しいですね、やっぱりカーフが本当に3発とかで効いてたんで優子くんに、はい、そのカーフ持ってるのになんで出さないのかなってのは思いますね。やっぱストレートがでもさっき梅野さんが言ってたように合わせるのがうまいんで、はい、それにビビっちゃってるのかもしれないですけど、やっぱそこでもフェイントを使ったりって感じで当てていかないと勝てないと思うんで、はい、どうにかして当ててほしいです。そうですね。それからどうですかね、ちょっとこう加藤のプレッシャーが強くなってきましたか朝日さん。そうですね、やっぱり蹴りも、はい、ミドルとかもハイキックも蹴ってきてるんで、そういうところでも結構プレッシャー、はい、になってると思います。強くなってきてるわけですね。残りが1分切りました。第4ラウンドです。ボディから左フック。勝ちたいならここで、ここに勇気も持ってカーフ蹴っていかないと勝てないんですよ。はい、ロープが詰めました。いやこういうところもそうですけども、梅野さん、はい、だんだんプレッシャーが強くなってきましたよ。そうですね、このプレッシャーに負けちゃダメなんですよね、はい、自分から前に行かないと。手出した方がいいわけですね。出した方がいいですね、はい、ここからカーフ、パンチからカーフ。ユーゴ君左の目腫れてますね。なんかそうですか。残り時間30秒、残りが30秒切ります。ワンツー出します。ワンツーフックです。右ストレートコーナーに詰める。ちょっとコーナーとロープを背にする場面が多くなってきた千葉な。残り時間がほとんどありません。第4ラウンドです。蹴りたいですね、強いの。強い蹴りが出ない。ボディから出てくるが、ちょっとまだ距離が遠いか。デビット、ちょっと今の三日月優吾くん効いたかもしれないですね。ここでゴングです。第4ラウンドが終了。さあ試合は最終ラウンドへと向かいます。まあ吉田さん、はい、目はどうですか。少しずつ慣れてきましたか。そうですね、慣れて来るんですけど、やっぱ血とかを見ると、はい、もうすごくなんていうんですか、
頑張ってってめっちゃ応援したくなりますね。これ焦るじゃないですか、追い込まれたりしたら。そういう時ってどうしてるんですか？仲間の顔を思い出して、辛い練習毎日頑張ってきたことを思い出して、はい、やっぱまあ勝ちたいっていう、そこに目標があるんで。まあ、試合中そういうこと思い出せますか？思い出す。僕やばい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 ってなっちゃってどんどんやばいってなっちゃうだけです、まあ、どうにかして盛り返さないとってめっちゃ焦っちゃいます。これがやっぱり経験キャリアの差なんですかね。そうですね。さてこちら千葉なデビットの陣営、そしてこちら加藤陣営です。ラウンド5最後のラウンドです。さあ最後のラウンド、これも行かないとですね。デビット選手はもう4ラウンドは梅野さん、かなり加藤のプレッシャーが目立ちましたよね。そうですね、今もかなり加藤選手のペースになっちゃってるんで、はい、ジャブついてきます加藤。やばい、また右。もうダウン取り返すぐらいの勢いでデビット選手が行かないと勝てないですね、はい、そうですね、今2ラウンドぐらい取られてるんで、ダウン取らないと追いつかないですね。ダウン取ってやっと今引き分けになるかなぐらいなんで、ね、トントンくらいなんで。でもお互いパンチャーなんで、そのワンダウンがあれば全然ひっくり返せるんで、はい、そう。ただ朝日さん、当てるためのことをまずしないといけませんよ ね。 そうですね。いきなりパンチっていうのはなかなか当たりません。そうです。やっぱりこうカーフからつなげたいんですよね、はい、もう多分ここまで来ちゃうとカーフでダウン取るってもう難しいと思うんで、カーフを効かせながらパンチでダウン取るっていう風にしないと、はい、出てきます。うわー、ハイキック。まあしかし加藤もいろんなところから攻撃してきます。ローだったり、それからさっきはハイキック、そしてパンチと、いろんな攻撃が出てきました。これ梅野さん、パンチそれからキック、これだけ出てくるってことは、はい、ただこう気持ち的にもね、ちょっと余裕出てきてるところあるんですか？そうですね、やっぱり自分のペースになってるんで、はい、左フック、はい、気持ち的にもかなり余裕が出てきますよね。お互いフック強いんで相打ちが怖いですね。あ、加藤選手の方がこう自信持って戦ってる感じしますね、見てて。はい、そうやってやっぱ気持ちに余裕が出るとどんどんいい方向に流れていくんでしょう。じゃあ肘を使います。千葉な、今多分デイビッド選手はどうやって戦っていいのかな、どういうふうにすればいいのかなって今もうかなり考えちゃってると思うんですよ、はい、でも勝ちたいならもうここはやっぱりどうし、やっぱりもう本当前に行かないと勝ちが見えてこないですね。出てきます。うわ、プレッシャーが強い、プレッシャーが強い、下がらないでほしいですね、行かないと。ちょっとプレッシャーに押されている、押されている千葉な。千葉なデビット、残りが1分切ります。オープンハイキック、そして右、うん、近い距離です。下がんない下がんない、前に行かないと。いや、パンチが十分当たる距離です。どうでしょうか加藤で。加藤選手はこれすごいいいですね。右、加藤の右、これは怖い。下も散らしながら上打ってるんで、加藤選手の攻め方としてはすごいです、はい、はい、そして近い距離、左です。また右、左フック。いやー、ユーゴ君のあと何か欲しいと言ったらやっぱ肘ですね。パンチの距離であそこまで詰めれてるんで、そこから縦肘とか普通の肘とかがあったらもっといいと思います。確かに肘がないですね、はい、残りが20秒切っています。あの距離でデビッドさんが丸まっちゃってるんで、そこに肘とか今とか肘とか合わせれたらもっといいと思います、はい、残りがもう10秒切ってる、時間がほとんどありません。どうやらこのまま終わりそうでしょうか。左当てました加藤。終盤はこの左フックが何度も顔面を捉えました。そして試合終了です。試合終了、勝負は判定決着です。もう5ラウンドか、早かったね、この試合早かったですね。なんかまあ攻め続けてましたからね、2人とも攻め続けた5ラウンドでありました、さて、17ライブのコメント欄は髪型が草加藤は一発じゃなくてジャブから2発3発いけてるのもいい。それからこんばんは挨拶をしている方もたくさんいらっしゃいます。でもライブとかやってちょっとでも見てくれる人がいるの嬉しいですね。そうですね、やってる身からしたらすごい嬉しいですね。選手からしたら今日はお客さんが目の前にはいませんから、画面の向こう側でジャッジ岡林です。50対48、青加藤、ジャッジアラビア、49対48、青加藤。
ジャッジ大成加藤の勝ち。50対48青加藤以上3対0の結果をもちまして勝者青コーナー判定は3対0加藤優吾の勝ちです。いやーカーフが本当にもったいなかったなっていうのがありますね。はい、1ラウンド目であんだけ効かせられてたのに本当もったいないですね、うん。ジャッジ2名は50対48ですから、まあ、全ラウンド、まあ、加藤を支持したジャッジもいるということになりますね。49対48が1人、ジャッジ3名とも加藤優吾を支持いたしました。チャンピオン対決 WMAF そして WMC の、チャンピオン同士の対決は加藤優吾に勝ちが宣せられました。まあ、2人とも本当にあの倒しに行くような攻撃が何回も見られました。これまでのムエタイとはちょっと毛色の試合、毛色の違う試合をご覧いただきました。さあそれではこの後はいよいよセミファイナルへと向かいます。セミファイナル奈良か英和スポーツジム登場となります。この後の試合どうぞご期待ください。選手退場。世界の地図を塗り替える期待のベルトコレクター登場。元ルンピニーおよびラジャダムナンスタジアム認定ミニフライ級王者名高英和スポーツチーム。日本人初ムエタイ二大殿堂の完全制覇を成し遂げたこの男、まだ19歳。我々は伝説をリアルタイムで目撃している。画面越しの皆さんにもこう熱い試合をお届けできるように頑張りますので皆さん応援よろしくお願いします。そんな名高の相手ができる日本人などいるのか。九州から名乗りを上げた16歳がいる。タクト・ウォー・ワン・チャイ。タイを主戦場に戦いを続けラジャダムナンスタジアムでは KO 勝利を重ねた。名高とは違うゴーのムエタイは一撃で致命傷を与える。伝説の王者から新時代の主役を強奪できるか。相手は格上で強い相手ですがセミファイナルらしい試合をして、勝ちたいと思います。皆様応援よろしくお願いします。新時代、天才たちは世界を日の丸色に染める。名高英和スポーツジム VS タクトウォーワンチャイ。これより本日のセミファイナルマッチボム50キロ契約3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーよりタクトウォーワンチャイ選手の入場です。今年の2月からタイに入って2試合を経験しましたタクト・ウォー・ワンチャイ。その結果ラジャダムナンで現在2連勝成果を上げて日本に帰ってきました。急成長を遂げる男タクト・ウォー・ワンチャイ、今日はボムウェーブ1セミファイナルに抜擢されました。成長の証をしっかりとこのリングで証明したいところです。続きまして赤コーナーより名高英和スポーツジム選手の入場です。いやーまだ
さあ入ってきました、名高英和スポーツジム。去年の12月ボムフライ級トーナメントをノックアウトで決め、初代ボムチャンピオンとなりました。タイのムエタイ、ラジャダムナン、ルンピニー、2大殿堂でミニフライ級チャンピオンとなりました。同時に2つのタイトルを保持するという偉業を成し遂げた男、名高英和スポーツジムはまだまだ強くなるはずです。今日はホームリング、セミファイナルに登場を果たしました。その強さをしっかりと見せつけることができるでしょうか。違いをしっかりと見せたいところです、名高英和スポーツジム。さて無観客でお送りしていますボムウェーブ1、セミファイナルを迎えました。試合は50キロ契約3分5ラウンド戦です。セミファイナルはあるんですね。あるんですね。これ、ま、ムエタイの恒例行事と言われていますが、ではこれは梅野さんに説明していただきましょうかね、バイクについては。そうですね、まあワイク、リングの神様だったりとか、まあ、自分の、トレーナーだったりとか、ジムの会長だったりとかっていうのに、まあ、感謝の意味を込めて、まあ、踊る感じですかね。こうやって音楽が流されて、そうですね、踊るわけですよね。そうですね、まあ、これ選手によってもいろいろなこう踊り方があったりとか、まあ、ジムによって違ったりもするんで、うん、当然、まあ梅野さんも朝日さんもこれ経験されてるわけですよね。そうですね、はい。お二人どんなスタイルなんですか？僕は本当にもうベーシックな、踊り方というか、結構なんですか、本当だったら自分の、トレーナー、対人の先生がこう細かく教えてくれると思うんですけど、僕のトレーナーはこうワイクルー教えるのがめんどくさいって言われてYouTube で自分で勉強してくれって言われた。ああそうですか。そうですね。朝日さんはいかがですか？自分は今名高と同門なんですけど、名高がやってるのとほぼほぼ一緒です。なので同じ先生にワイク教えてもらったんで、スタイル的には同じなんですね。そうですね。これワイクルーでこうお化粧しながらワイクルーとかあるんですよ。おお、なんかほんと一つ一つにやってることに意味がある。剣、今から戦い行く前に剣研いでる人とかもいますし、はい、本当にいろんなことしてる人がいます。まあ、タイに行ってもそれはもう本当にいろんなスタイルがあるということになるわけですね。そうです、そうですね。これタイの試合場ではこれ試合ごとにやるんですか？毎試合ごとに。毎試合やってますね。ほとんどやらない選手ってのはいないですね。あ、そうですか。今日はどうやらこれセミファイナルから後行われるようです。でこの中にはこうワイクルの一番最後の時に相手の方にこう弓を、3回打ったりだとか、こうマシンガン打つような、素振りをしたりだとかっていうのをやったりする選手も中にはいますね。あれってどういう意味があるのかな、朝日くん。最後のって、あーなんか狙った獲物を逃がさないみたいなこと言ってました。なんで弓矢とかだと相手の人が投げる、あ、避けるとかいう演出もあるんですけど、マシンガンとかだと絶対当たるからっつって、マシンガンやる選手もいます。ボム50キロ契約3分5ラウンドを行います。青コーナー、ウォーワンチャイプロモーション所属、タクトウォーワンチャイ。ラジャダムナンで2連勝を飾ってきました。赤コーナー、エイバスポーツジム所属、ラジャダムナンスタジアム、ルンピニースタジアム統一王者、WBC、IBF、WMC、世界統一王者、名高英和スポーツジム。二大殿堂でチャンピオンになりました。格の違いを見せたいところ。
さて17ライブでご覧の皆様、勝敗予想も受け付けております、たくさんの投票をお願いいたします。選手のファイトマネーに反映されます、それからコメントの数も増えてまいりました。なだかと応援している方もいらっしゃるようです。今17ライブは、どのぐらいの視聴者数がいるんですか。どうでしょうね。これは数っていうのは分かるものが1万8000を超えてますね。すごいですね。1万8000人の方が見てるんですね。ラウンド1。さあ試合スタートです。白いトランクスがナダカ、そして黒いトランクスがタクトです。サウスポーに構えていますナダカ。まあナダカのことはもちろん朝日さんがよく知ってると思います。改めてこのナダカのいいところってのはどういうところですか。本当に目が良くて、あとフェイントもうまいんで、本当にタイミング合った攻撃で相手を倒すって感じ、あと、はい、テクニックで相手を翻弄するって感じですね。一番の武器は左のミドルだと思います。なるほど、これですね。そうですね、左ミドルを出しました。いい蹴りですね。速くて重さもあっていいですね。はい、まあ、このナダカは現在19歳、その若くして二大殿堂でタイトルを手に入れたことが大変注目されています。二大殿堂のこの重さというのはね、まあ、梅野さんよくご存知だと思いますけども、はい、どうでしょう、この2つを手に入れるというのはこれ相当なこれ大変なことなんですよね。すごく難しいですね。ただ彼には今その、実力が、しっかりとあるので、はい、今日もここから、どんな試合を見せてくれるかすごい楽しみですね。はい、まあ、梅野さんもラジャダムナンでタイトルを手に入れました。このラジャダムナンのタイトルを手に入れたわけですけども、ルンピニーのタイトルをこれ手に入れるっていうのはこれ日本人では非常に珍しいですよね。そうですね、あの僕もこうルンピニーのベルトは欲しいなってずっと思って、チャレンジしてるんですけど、はい、なかなかこう、取らせてもらえないというすごい、権威の高い、ベルトなんで、それを彼はラジャダムナン、ルンピニー2つも取ってるっていうのは本当にすごいことです。はい、その偉業を達成したわけです。ミドルを蹴ってきます朝日さん。でもこのタクトの方もですね、今年の2月からタイに入って、はい、2試合経験して2つとも勝ってるわけですよね。そうですね、やっぱタイで経験してるとナダカもタイで経験してるんで、はい、同じリズムなんでお互いやりやすいと思います、ね、なるほど、はい、こう波長が合うと言いますかね。そうですね、やっぱタイでやってたらタイ人とよくやってるんで、多分結構ムエタイ寄りになるんですよ、さっきの1試合前と違って、はい、なんでお互いリズム一緒なんで本当に面白い試合になると思います。なるほど。さあ第1ラウンドお互いにこう様子を伺います。ただそのおっしゃるようにこう戦いのこうリズムというのがね2人合ってるような気がいたします。でもやっぱナダカの攻撃が早いですね。ナダカ19歳、そして対するタクトはこのナダカよりもまた年下です、16歳です。まあ、ですから梅野さん、もうこれタクトとしては大きなチャンスと言いますかね、はい、そうですね、どんどん仕掛けていってもらいたいですよね。お互いこれレベル高いですよ、はい、無駄なステップを使っていないので、うん、先ほどもこうちょっと言おうと思ってあれの途中でさっきこうダウンがあったりとかもしたんで言えなかったんですけど、はい、こうとにかくこういい車だとかっていうのはとにかくこううるさくないんですけど、ボロい車ほどうるさいんですよ、はい、なんで強い選手ほど無駄なステップ使わないで静かなんですよ。下手くその選手ほどバタ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 足が動いちゃうっていう、はい、で今彼ら2人見てても無駄なステップ使ってないじゃないですか。あ、確かにそうですね、お互いやっぱレベル高い証拠ですよね。まあ大きなエンジンを積んでると言ってもいいかもしれません。2人とも高性能ファイターであることは伺います。第1ラウンドが終了しました。さて、まあ、どうしても、ね、注目がナダカの方に行ってしまうんですけども、タクトのこの動きというのをご覧になって梅野さんいかがですか。そうですね、今はまだこうミドルキックを打てるけてしまってるんですけど、たださっきこうリターンも結構早かったので、うん、ただ受けて終わりじゃなくてすぐにリターンもしてますし、自分からこうミドルキック打ってパンチ打って前にも行けてますし、はい、この第1ラウンドこう修正点を第2ラウンドでこうどう生かしていけるか修正できるかっていうのはあると思いますね。今1ラウンド目のペースでいくとまだ今ナダカ君がペース握っちゃってるんで、はい、このリズムをちょっとこう徐々に変えていきたいですよね。そうですね、17ライブのコメント、10代でここまで戦えるのすごいという声が届いています。吉田さん、はい、16歳と19歳ですよ。いやすごいですね、自分が16歳とかの時こんな風に戦えなかったので本当尊敬してます。吉田さんの16歳の時はどんな感じでした。いや
普通にも遊んでましたよね。すごいですよね、56歳こう減量して、はい、厳しいトレーニング毎日して、まあ、今日という日を迎えているわけです。さあ第2ラウンドが始まっています。黒いトランクス16歳のタクト、そして赤いトランクス19歳ナダカです。やっぱりでも朝日さん、はい、あのタクトの方もタイに行ってそうやって試合を経験して、そのタイで試合を経験することによってやはりこの大きな自信につながってるんでしょうね。はい、やっぱ僕もタイで何回か試合やってますけど、全然やっぱ日本人と戦う感覚と全然違うので、はい、すごい経験になるんで。この経験値というのは日本でやる試合とは全くまた違うことがありますか。また日本でやっぱ試合やって得るものありますけど、はい、タイでやったら本当になんかそのムエタイの厳しさとかを本当に分かるんで、ギャンブラーが向こうにいてとかが、はい、なんで本当に向こうで試合していくのも大切だと思います。なるほど、まあ、どちらがいい悪いではなくて本当にこう種類の違うといいますかね。そうです、ね、そういう経験値があるわけです。あ、膝使います。いいですね、あの転下を、膝当てるのってすごい難しいんですよ、ああやってカウンターで、はい、タイミングがすごいいい証拠ですね。相手の攻撃をよく見てる証拠ですね。なだかの転下をがありました。そしてローです、タクトのロー。サウスポーに構えるナダカ、タクト選手も意外と攻撃見えてますね、ちゃんと。まあ、さっきも梅野さんおっしゃったように無駄な動きというのがあまりありません。お互いないですね。はい、このナダカのスピードにだからついていってるわけですよね、梅野さん。そうですね、しっかりと一個一個に、今もそうですけど反応して避けてるんで、はい、ここからはリターンしたいですね。自分の攻撃で終わらせたいですね。確かにこのナダカの動きスウェーで返しました、よく見えています。その後自分の攻撃を当てて終わりたいところです。そうですね、残り時間がもう1分を切りました。いやー朝日さん、時間が過ぎるの早いですね、はい、そうですね、後半に行くにつれて試合がどんどんレベル高くなるんで、はい、やっぱ時間が過ぎるのが本当に早いですね。このラウンドはナダカの天下王がありますけども、動きご覧になってどうですかね、朝日さん。練習してた動きなんでやっぱりすごいよく動けてますね。相手が来るところに合わせる膝を持っています。こういう試合で注目してもらいたいのは、どれだけこう手数を出しているか、どれだけアグレッシブに攻めているかじゃなくて、多分今の腹効きましたね、膝。タイミングですね、このタイミング、はい、しっかりとほとんど出した攻撃、ナダカ選手当たってると思うんですよ、この無駄打ちをせずに10回蹴ったら10回当てられる、このテクニックをこうやっぱ楽しんでもらいたいと思います、ね、なるほど。今の膝に合わせたのタクト選手うまかったですね、はい、膝にパンチを合わせました。第2ラウンドが終了です。先ほどからこうナダカ選手が組んだ時に 両足をこうパッ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 とちょっとずつ上げてるんですよ、はい、あれっていうのはタクト選手に膝を、膝蹴りを蹴らせないように防いでるんですね、はい、あれもこうテクニックの一つなんですよね。おでタクト選手が組んだ時に膝が打てないのはナダカ選手が足をパッ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 と上げて膝を打たせないようにしてるからなんで、こういう細かいテクニックが、分かってくるとよりこうムエタイを楽しめるんじゃないのかなと思います。吉田さん、はい、だそうですよ。すごく勉強になりました。なんか正直思ってました、あのパッパッパは何なんだろうなって思ってた。吉田さんにも伝わってるようです。はい、多分みんなすごい17ライブ見てる人もすごい勉強になってると思います。難しいですよね、ムエタイのその細かいテクニックっていうのは、はい。さてコメント欄見るとタクトのガードが下がってくるとハイキック入るかもというコメントがありますが、でも今のところスウェーデン見えてるんでガード避けなきゃ多分このまま大丈夫だと思います。大丈夫ですか。第3ラウンドが始まっています。前蹴りから入ってきました。ここからだからタクト選手はどんどん自分からやっぱりこう攻撃を増やしていきたいですよね。まだちょっとまだ待っちゃってるんで、奈良川選手のミドルキック、はい、避けてからその後どうしようかなって考えるんじゃなくて自分から攻撃していってペース掴んでいかないと。さっきもありましたが自分の攻撃で終わりたい、そういう場面を作りたい。そうですね、あミドル、すぐミドルで返しました。スタートも自分からですね。今ナダカ選手がスタートで攻撃してるんで、はい、自分から攻撃出すスタートして先手取りたいですよね。そうですね、今の回したのうまかったですね、相手が入ってきたところで。これも向いてあるとポイントになるんですよ。こういうですからあの組のうまさっていうのも朝日さんナダカ持ってるわけですよね。そうですね、やっぱさっきリング上で挨拶したリュウ君っていうラジャのチャンピオンもう一人いるんですけど、はい、やっぱムエタイができる子が多いんでジムに、そういうところでも首相撲の練習とかを1回30分とかやってるんで、はい、そういうところで首相撲が上手くなってるってことありますね。
まあ、またその練習でやってることをね試合でうまく出すっていうのはこれまたね難しいことですよね。はい、簡単なことではありません。第3ラウンド前蹴りです。先に攻撃を出してこちら。この展開多いですね、すごい、はい、おっと、うん、ナイスパンチ右です。先に攻撃を出したいタクトです。仕掛けるのは先なのはやはり名高でしょうか。名高が先に仕掛ける攻撃が目立ちます。タクト選手が待ちたくないですね。自分から攻撃していきたいですね。これどっから攻撃するのがいいですかね、タクトは。やっぱりこう全部当てようとするんじゃなくて、やっぱとにかくやっぱ捨ての攻撃を使わないと当たらないんで、パンチでもいいですし蹴りでもいいんで、弱いのを打っといて相手がそれに対してカウンター打ってきたところにさらに自分がカウンター合わせていくっていう、そういう流れ作った方がいいですね。はい、あえて相手に攻撃を打たせるようにする。なるほど、それにカウンター打ってくる。あはやっぱり攻撃の強弱ですよね。そうですね。残りが1分切ります。なだかストレートもうまいんでストレートも当ててってほしいですね、うん、そして天下をです。このラウンドも天下を対応します。フェイントがうまいですね、なだか選手は。前蹴り打つぞ打つぞというフェイントをして膝蹴り行ったりとか、はい、この膝です。今の膝良かったですね。組んで出てきましたタクト。ちょっと腹効いたかもしれないです。あミドル続けます。左ミドルを続けます。そして肘、リズムに乗ってきたでしょうか。タクト選手ここで前に行きたいですね。はい、またボディ。ちょっと朝日さん、ボディ攻撃続いてますね、はいはい、しかも今パンチ打ったところ奈良がメインで見られるんですよ。あそこがすごい嫌ですね、避けられちゃうのが。さあまた前蹴りです。徹底的にボディに攻撃を集めてきました。奈良が攻撃ボディに集めてくる。ここでゴング、第3ラウンドが終了です。さっきの試合は効いててデビッドさんパンチだけになっちゃってたんですけど、なだかはやっぱ上手いんで腹効いても下上散らせるんで、そこがいいですね、すごい。まあこの辺もやはり冷静に試合を運んでいる証拠です。よく相手を見ています。自分のこの攻撃にブレがありません。やっぱり梅野さん、チャンスであろうとピンチであろうと頭にこう血が昇るっていうのはやっぱり良くないんですね、はい、そうですね、常にやっぱり冷静に考えないと。いやでもこれだけ10代のファイターが冷静に試合やってるっていうのは驚きですね。すごいですね、本当に。これって言葉だとなかなか伝わりづらいと思うんですけど、やっぱりこのリングに立たないと、見えない景色っていうのがありますし、うん、リングに立たないとわからないことっていうのがありますし、はい、彼はそれを16歳っていう年齢でこのルンピリとラジダムナの統一王者に立ち向かっていくっていうのは、これはすごい本当に人生で大きな、財産になると思いますね。はい、ラウンド4、第4ラウンドです。このラウンドタクト選手頑張って前に行ってほしいですね。うん、とにかく梅野さんからもう先に仕掛けてもらいたいというね、ご指摘が何度もあります。テクニックで負けてるんだったらもう前に行くしかないんですよ、はい、なんでもう変にこう難しく考えないで、相手がこういう風にしてきたらこういう風にしなきゃじゃなくて、とにかくもう前に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 行って、それでも突破口を見つけていくしかないんで、はい、ボディストレートです。ちょっと肘を使う動きも朝日さん見せてますよね、タクトは。そうですね、でも今なんか待ちに合わせ、今も待ちに合わせにいってる感じなんで、はい、そこをもっと自分からプレッシャーかけて攻撃してた方がもっとチャンス増えると思いますね。これ、ま、あーっと肘使います。テクニックがある分カウンターやっぱ狙っちゃうんですよ、タクト選手が、はい、なんでもうただでもテクニック的には七中選手がちょっと上なので、もう今はテクニックで勝負するっていうよりかはもうがむしゃらさが今だったら必要ですね。まあそうですよね、16歳失うものはありません。出てきた、なんだか、なんだかがいいです。これもうマッチダメです。相手のこのフェイントマッチダメですね、タクト選手。まあどうしてもこの、おーっと、よかったですね今の記事も、はい、やっぱりこうやってフェイントを使われるとなんか戸惑うところがありますかね、梅野さん。そうですね、なんだか相手をコーナーに詰めるのがうまいですね。あーそうですね、それからさっきの左のストレートですよね。そうですね、詰めたところにパンチ、はい、ロージャブついて左ストレート、これですバックロー。ちゃんと見てますね今みたいに、はい、攻撃した後もチェックしてるんで、前手を出してからそして膝です。天下を使います。なんだか冷静です。いろんなところから攻撃を仕掛けてきます。前手を出しておいてプレッシャーをかける。ちょっと受けてしまっているタクトです。タクト肘は空振り、
朝日さん、この前手も効いてますか？そうですね、なんかもう全部まんべんなく当てられてるんで、本当にタクト選手がどこガードしても違うところもすぐ効かせれる状態に持っていくのがうまいですよね。はい、ローキック。ちょっと上野さん、この前手出されるの嫌ですね、タクトは。そうですね、これはもう本当にもうこれを崩すにはもう強引に行くしかないんですよね、はい、こう前手で今ね、ちょっとちょんちょんと相手をついて、残り時間30秒、距離をうまく取っています。残り30秒、一発でも当たらないんで、うん、これも3回4回まとめていくしかないんですよ。右回転です。この後も繋いでいかないと。左出てくる。残りが10秒を切っています。ボディ、そして膝、組を使ってきました。ここでゴング、第4ラウンドが終了。いやー、ちょっと攻撃の数に少し差が出てきたでしょうか。いいですね、梅野さん、なかなかこのタクトの攻撃が当たらなくなってきましたね、はい、そうですね、もう完全に名高選手がリズム掴みましたね、はい。朝日さん、はい、名高のことをよくご存知だと思いますけど、今日の試合ぶり、特にこの第4ラウンドをご覧になってどうでしょう。今回本当に追い込み期間も調子良さそうだったんで、減量も4日間くらいで終わらせて、本当に4キロくらい落としてたんで調子良さそうだなと思ってたんですけど、はい、試合見たら本当に調子良かったんで良かったです。コンディション作りからやっぱりうまくいってたんですね。はい、今回は本当に追い込みもしっかりやってましたし、いい形で作れてると思います、はい、リプレイでご覧いただいています。相手をコーナーに詰めての左、それからこの崩し、この崩しもいいですよね、しっかりポイントにつくんで、今のところこのなだか危ないところはありません。そうですね、この最終ラウンドタクト選手がしっかりと気合い入れてこう前に行って、それでこう有効で当てられるかどうかっていうのが楽しみですね。はい、マッチャダメです、マッチャ。最終ラウンドが始まりました。まあ、このコロナ禍の前、3月にも試合をしましたタクトです。これ今この前手の触り合いしてるんですけど、はい、これでこうやって距離測られたりとかしちゃうとダメなんで、タクト選手はこのもう前手の触り合いをせずにもうどんどんこう前に詰めていかないとですね、はい、でも今のところなだか何もやってないのにプレッシャー与えられてるんで、そこでもっとタクト選手が負けないで前に出ないとダメですね。これ朝日さんどうですか、このプレッシャーを与えてるのは何が有効なんですか。多分今まで全部効かされてるっていうのもありますし、なだかって下が後ろに絶対下がらないんですよ、回るか前に出るかなんで、はい、それがすごい多分嫌になってきますね、戦ってたら。だんだん溜まってくるんですね、そういうのがね。そうですね、あと前の手の位置が本当にうまいんで、はい、押したり外したりっていうのが。最終ラウンドです。また前手を出しながらプレッシャーをかけてきます。これに付き合ってはいけないタクトです。どうしてもこのなだかのペースになってきます。あ、この前手ミドル、自分から仕掛けたいハイキック、そして前蹴り。もう奈良君は多分もう勝ちを確信してるんで、あんまりもう強振はしないとは思うんですけど、流しにかかってますか。そうですね、逆に今濃いっていう風にやってるんで、はい、田口選手がこれもガンガン前に行かないと、まあ、これも行かなきゃいけない時間帯です。そうですね、避けるのうまいですね、やっぱり。これでも朝日さん、こんだけ避けられるとタクトも相当疲れるんじゃないですか。僕もジムで、まあ、選手たくさんいますけど、マスヤの一番嫌いなのなだかなんで、すごい気持ちは分かるかもしれないです。そうだから疲れるからですか、はい、しかも目がいいって当たんなくてすごいイライラしてくる、はい、で僕は攻撃もらっちゃうんで、本当にイライラが溜まっちゃいます。なるほど、さあいろんなお二人のこの解説を聞いてると、吉田さん、このなだか赤いトランクスのこのテクニックがですね、はい、やっぱりすごいなというのがこうお分かりいただけますかね。そうですね、それと初めのラウンドの時に膝が入るって本当にすごいなって、距離がだって絶妙なタイミングじゃないと入らないじゃないですか、それを何回も決めてらっしゃったので、いやすごいですね、タイミングすごいですよ。膝蹴りでカウンターもらいやすい攻撃なので、あんまり打てないんですよ。でも名高選手は結構数も打ってますし、全部をしっかりクリーンとさせてるんで、本当目がいいですよね。
まあ、目がいいイコールまたこの反応がいいということになります。そして相手はもうなかなか攻撃が当たらない、疲れてくる、やがて嫌になってくるといういろんなこう連鎖を生み出すわけです。ガードを下げています。なだかここでゴング、試合終了です。なんか本当にこれぞムエタイって感じの試合ですね。そうですね。これよりジャッジの集計に入ります。まあ、あのタクトのスタイルもありますから、かなりこう2人とも、ね、噛み合っていた試合ではありました。リズム、ムエタイのリズム、タイのこのムエタイを経験している者同士の一戦でありました。コメント欄で2人とも偉いってのが来てまあ大人はやっぱりこういうの見ると感激しますよね。さて、それでは判定が発表となります。ジャッジアラビア50対47、赤なだか。ジャッジ大成50対45、赤なだか。ジャッジ岡林50対45、赤なだか。以上、なだか映画スポーツジムの勝利です。判定は3対0、格の違いをしっかりと見せつけました。ジャッジの採点は50対47が1名、50対45が2名でした。まあほぼパーフェクトゲームと言ってもいいでしょう。梅野さん、格の違いを見せつけましたね、はい、そうですね。ただまあこの試合を経験したことで、今後このタクト選手、財産になると思うんで、うん、この試合で、またこう試合後しっかり自分の試合を見直して、ダメだった点、まあ、逆に良かった点っていうのをしっかりと勉強して今後に生かしてもらいたいなと思います、はい、16歳のタクト、オーワンチャイジム、梅野さんから見たらもう本当に子供であってもおかしくない年齢ですからね。そうですね、本当にいい試合でしたね。はい、いや朝日さんもやっぱり刺激受ける部分もあるんじゃないですか。そうですね。でも奈良かはやっぱ本当にすごかったですけど、僕より年下のタクト選手16歳が僕が普段練習してる名高と試合やったと思うと本当に尊敬しちゃいます。もし相手が名高で僕が16歳でラジャルンピニー向こうが持ってるってなったら絶対やりたくないと思うんで、はい、そこでやっぱやれるところが気持ちが強いんでもっと強くなってほしいと思います。いや今日の試合を経験してこれからのタクトが非常に楽しみです。そして名高エイワスポーツジムボムのチャンピオン、判定は3対0、今日はもうほぼほぼパーフェクトゲームと言ってもいいでしょう。勝ちを収めました。さあそれではボムウェーブ1、この後はいよいよメインイベントへと続きます。引き続きお楽しみください。ボムスーパーフライ級王者決定戦、ムエタイ世界二冠王ボム工場、 WPMF および IBF 世界フライ級王者一世オーワンチャイ、18歳にしてノックアウトのトーナメントを制し日本最強の座に輝いた。そして昨年19歳にしてムエタイ世界二冠を獲得。ナダカと共に日本ムエタイを牽引するエースがボム初登場を果たす。今回はメインイベントでひろゆき選手と戦いますが、ムエタイのテクニックを見せつつスリリングな戦いを見せたいと思っています。そして最後はメインイベントらしく、KOで締めたいと思っています。皆さんもよろしくお願いします。名門から若き世界王者に挑戦状、新日本キックバンタム級王者ひろゆき、波があるのはご愛嬌もそのポテンシャルは長く評価されてきた。想像を超える破天荒な攻撃はムエタイにはない。若き世界王者の計算を破天荒が切り崩す。今回メインイベンターとして必ず面白い試合をするので応援よろしくお願いします。日本のとある場所から世界へ向けたムエタイマッチ、感謝と誇りと希望の
メインイベントスタート。ボムスーパーフライ級王者決定戦、一世ウォーワンチャイ VS ひろゆき。ただいまより本日のメインイベント、ボムスーパーフライ級王者決定戦3分5ラウンドを行います。はじめに青コーナーよりひろゆき選手の入場です。さらにもっと輝けるようによ Big up N720 Alongside Rock Missing Around You Run It。 この一日一日が大事な何かにつながるように、どうせならいつまでも。ボムウェーブ1メインイベントのリングへ向かいます。ひろゆき、新日本キックボクシング協会バンタム級チャンピオンです。今年の4月、コロナ禍の真っ最中、ロードトゥーワンセカンドで2ラウンド KO 勝ちを決めました。試合4日前のオファーを受け、急遽の戦い、そして慣れないオープンフィンガーグローブでの試合でしたが、見事勝利を飾りました。さあその勢いに乗って今日はボムに登場、ひろゆき。まずは青コーナー、相手の登場を待ちます。続きまして赤コーナーより一世ウォーワンチャイ選手の入場です。バトルオブメタイ、誰にも負けない。さあそして一世ウォーワンチャイ、姿を見せました。一歩ずつこの階段を上る姿、まさに最強への階段を上っていく姿と重なります。初代ノックアウトフライ級チャンピオン、圧倒的な強さを今日見せつけるのでしょうか。アマチュアから数々のタイトルを手に入れてきました。今最もムエタイを体現できる軽量級ファイターと言われています。石井一世、一世ウォーワンチャイ、メインイベントに登場いたしました。これより本日のメインイベント、ボムスーパーフライ級王者決定戦3分5ラウンドを行います。青コーナー、リキックス所属、新日本キックバンタム級王者、ひろゆき。新日本キックのチャンピオン、ひろゆき。赤コーナー、ウォーワンチャイプロモーション所属、初代ノックアウトフライ級王者、 WPMF 世界、 IBF ムエタイ世界フライ級王者、一世ウォーワンチャイ。ノックアウトでチャンピオンに輝いた一世ウォーワンチャイ。さてボムウェーブ1メインイベントを迎えました。この試合はボムのスーパーフライ級王座決定戦となります。勝ってベルトを巻くのはどちらでしょうか。グローブを合わせて分かれました。さて17ライブをご覧の皆様、もうすぐ視聴者数が2万人に届こうとしています。勝利者予想もお待ちしています。投票ください。皆さんの投票の結果というのがこのファイターのファイトマネーにもこれは影響されます。さあ無観客で行われている今大会のメインイベント、注目の対決を迎えました。まあこれまで実績を持っている2人です。ラウンド1、さあ試合スタートです。梅野さん、ハイレベルな試合というのがこれは予想できますね。そうですね、まずはお互い、序盤は距離を探り合うとは思うんですけど、はい、
これで自分の距離をしっかりと取れた方が得意な攻撃を当てていくっていう。朝日さんはどんな試合を期待してますか？そうですね、2人とも練習をしたことあるんですよ、一緒に。はい、ひろゆきさんがよく A1 に来てくれて、一星君とは、今ワンでやってるシンガポールのエボルブってジムでシンガポールで一緒に練習したんですけど、はい、お互い本当にスピードが速い選手なので、手数は一星君の方が多分多いと思うんですけど、テクニックで言ったらもしかしたらひろゆきさんの方がうまいかもしれないんで、そこら辺の駆け引きが本当に大事になってくると思います。お互いレベル高いんで、はい、一星の方はいわゆるムエタイスタイルですが、ひろゆきの方はやはりこうキックボクシング的な戦いになりますかね。でも本当に肘とかでもなんか、ま、回転技とかもうまいんで、なんかキックボクシングでもなくムエタイでもなくって感じですね。あ、そうですか。なんか本当に間くらいにいる感じです。ひろゆきスタイルといえばよろしいでしょうか。そうですね。さあ、まずは試合の序盤です。あと2人、右ストレート出しました。ひろゆき、伊勢選手はアグレッシブですね。かなり、かなり序盤から手数多いですね。そうですね、技も一個一個キレがありますね。自分からどんどん仕掛けていきます。わー、ミドル蹴り合いになりました。先に梅野さん、はい、一斉仕掛けてますね。そうですね、ただひろゆき選手もあのもらった後にしっかりと、リターンしてるんで、はい、まだ、危なかった。お互いにその自分の攻撃終わった後にもしっかりと気をつけてられてるんで、おーっと拳が交錯します。まあ反応の速さが伺える。左フック、一斉君回転速いですね。そうですね、回転の速いパンチを打っていきます。一斉です。残りが1分切りました。そしてロー、自分から先に先に仕掛けようという一斉、ただ反応は速いひろゆきです。前蹴り組みました。一斉組んで倒します。このあたりのバランスの崩し方、朝日さん上手いですね。そうですね、多分首相撲は一星君の方が全然上手いんで、はい、そこで一星君がどう首で攻めていくのかって。残り30秒、残り30秒を切ります。インロー、いやー、1ラウンドからどんどん仕掛けてきます。一星です。ひろゆきどうする。残りが10秒切っている。ミドルキック、左、ここでゴング。第1ラウンドが終了。いやー、梅野さん、1ラウンドからアグレッシブでしたね。アグレッシブですし、両方ともスピードが速いですね。非常に動きにキレがあります。さて、朝日さんにはどう映りました？でも1ラウンドからやっぱりムエタイっぽくない1ラウンドでしたね。お互い一星君はムエタイスタイルなんですけど、でも本当にスタミナもあって回転も速い選手なので、1ラウンド見ないでこうプレッシャープレッシャーかけ続けるのはとってもいいと思います。はい、さて吉田さん、やはりこのメインイベント、はい、これまでにないまた緊張感というのが伝わったんじゃないですか。いや、伝わりますよね。初めのもう始まった瞬間から、パンチとキックが速くて、本当についていけないくらいのスピードですね。あと靴下って履いてらっしゃる選手と履いてらっしゃらない選手いるじゃないですか。あれはアンクルサポーターで、まあ、足首を、守ったりだとかするような、はい、まあ、サポーターですね。まあ、あれ履いても履かなくてもどちらでもいいんですけど。梅野さんは履く派ですか？1ラウンド終わったらもう取っちゃうから。あ、自分結構あれ好きなんですよね。なんか気持ち結構変わりませんか？あれで痛くない気がしてくるんですよ、足が。あ、だ、選手によるんですよね。あれつけてると逆に相手にローキックが効かなくなっちゃうんじゃないかって思っちゃう人もいますし、自分の足守るためにつけてたいっていう選手もいますし、本当まちまちですよね。そうですね、まあ、なんでしょうね、スマホのケースみたいなもんです。そうです、好みが出ます。一斉はつけています。第2ラウンドが始まっています。右フック、またこの2ラウンドの立ち上がりも一斉がどんどん仕掛けてきます。この右のパンチをひろゆき出しますけども、一斉もよく見てますよね。一斉選手はステップがやっぱこうムエタイとキックボクシングのまあちょうど中間あたりかなと思うんですけど、はい、
ぴょん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 ってステップをすごい使ってるわけでもないし、ムエタイみたいにすごい街のスタイルでもないですし、はい、この両方のこういいところを取ってるんじゃないのかなと。そうですね、またこの階級で本当にあの一世のスピード、これはもう定評があります。スピードも速いし、でも一世君しっかり倒しに行くところ倒しに行けんので、はい、そこが本当にいいと思います。速くてもタイミングが いい時しか倒せない選手もいるじゃないですか、はい、それを一世君は本当にパワーもあって倒せるんでいいところだと思います。なるほど、スーパーフライ級、このチャンピオンベルトをまた手に入れることになるのは果たしてどっちでしょうか。右、おっと右空振りです。でもやっぱりレベルが高いんであんまり差がつかないですね。そうなんですよね、左のボディ離しました。そして肘を狙っていきます、ひろゆき。パンチの当たる距離、前蹴りいいですね、残り時間1分。ひろゆきの前蹴り残り1分を切りました。そしてミドルです。梅野さん、ひろゆきの蹴り、それから膝が出るようになりましたね。そうですね、だからあのお互いこうミドルキックもらってもやっぱり芯がぶれてないんで、はい、やっぱりバランスがいい。あ、そうですね、距離が近い、距離を詰めてきます。ボディー一斉逃げ出します。ボディーで返す、いいですね、同じ動き、残り30秒。お互い気が強いですね、同じ動きで返しますね。これ梅野さん、何ですか、意地の張り合いみたいなところあるんですか。そうですね、やっぱ俺も負けねえぞっていうのがあると思いますね。わざわざ同じ動きで返していきます。ローに対して前蹴り、残りが10秒切っている第2ラウンド、時間がありません。ボディーストレートから左、ナイスコンビネーション、いいですね、ボディーから左フック、そして右のハイキックとつないでいきました、ひろゆきです。ここでゴング第2ラウンドが終了。今のラウンドひろゆきさんがちょっとプレッシャー良かったんで、このまま3ラウンドも続けてほしいですね。朝日さん、かなりひろゆきの攻撃が当たる場面が目立ちましたね。そうですね、ひろゆきさん目がいいんで自分の攻撃当てて避けるところちゃんと避けれてるんで、そこが本当にいいと思います。あの具体的にひろゆきのどういう攻撃が良かったですか。1ラウンドとかキャッチしたところから胴回しっていう、一世君がガードしてなかったら多分効いちゃってたかなと思うんで、そういう予想外の攻撃を出せるところが本当にいいと思います。なるほど、さあこれから試合は3ラウンドへと向かいます。ちょっとリプレイで振り返りましょう。これは一世のパンチが当たったところです。ああ、そしてこれ終盤ですね、梅野さん、ボディーから左フック、そして右ハイキックと、コンビネーション良かったですね、ここから多分試合展開が一気に動くと思うんで注目したいですね。第3ラウンドの始まりです。ムエタイでいうと勝負のラウンドなんで、第3ラウンド、さあどうでしょうか。黒いトランクスひろゆき、そして赤いトランクスが一斉です。一斉選手は1、2ラウンド結構アグレッシブに手が多く動いてたんで、はい、スタミナがこれでも落ちなかったらやっぱすごいなと思いますね。あのひろゆきがちょっと出てきましたね、このラウンド。で、一斉選手左目腫れてますね、目腫れてますね、目の下、右のパンチをもらったのかな、最後のハイキックですかね、右のハイキックかもしれませんね。ボディ左フック右ハイキック、おっとハイキックキャッチしました。右のハイキックを最後終盤に出しました。そしてローです、出てきました。確かに左の目の下あたりが腫れています。一斉、一斉君ちょっとプレッシャーがなくなっちゃったのかなと思いますね。ひろゆきさんがすごいやりやすくなってきてるんで、出てきましたね、はい、ミドル、そして前蹴りです。蹴りから入ってきます、一斉、やっぱりこうさっきよりかちょっと手数が一斉選手減っちゃいましたね。そうですね、目が影響しているのか、1、2ラウンドちょっと攻めすぎたのが影響しているのかちょっとわからないですけど、ローキックお詳しいですね、お詳しい。そして前足蹴ってきます、すぐにミドルで反応します、ひろゆき。さあジャブをついてパンチの距離、肘ですね、そして左、さあ近い距離だ、右返す、ひろゆき、あ、切れましたね、切れた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 、ひろゆき切れました、さあ肘で切れた、でも多分頭ですね、頭ですか、切れた場所はそんなに別に危ないところじゃない、そうですか、ガードしてたんで、はい、グローブに流れちゃって、頭が切れたんだと思います。
左のこれ側頭部ですね。そうです、血が滲んでいます。残り時間1分。いやしかし朝日さん、ちょっと距離が縮まった場面、これやっぱり怖いですね。やっぱ伊勢君がムエタイスタイルなんで、そこいい肘出してたんで、タイミング的には最高だったんですけど、やっぱひろゆきさんのあれですね、反応が良かったですね。そうですね。いや梅野さん、やっぱり勝負どころすぐ距離詰めてきましたね。そうですね、ムエタイで一瞬でも気許しちゃうと本当に肘で一発で、逆転で、はい、KO もあるので、ここです、もう近い距離で肘を振ってきました。さあ試合再開です。ひろゆきさん、これでも焦らない方がいいですね。攻め急ぎすぎない方がいいです、はい、今のペースのまま、ここは冷静にいった方がいいわけですね。さあ出てきましたひろゆきです。ひろゆきが少しプレッシャーかける、右右を出しました。そしてミドル、蹴りを使ってきます。一斉のロー、奥足です。やーっとハイキック、ちょっと朝日さん、奥足も蹴ってますよね伊勢ね。そうですね、ローのチラシがうまいですね。全部に打つんで、奥足もインローも、はい、前足の外も出すんで。そうなんですよね、これダメージがちょっと心配ではあります。いろんなバリエーションがあります、ローキック、前足、危ない。そして出てきた、入りました。飛び膝が入りましたね。すげえ、立ち上がりました、立ち上がりました。そしてラウンド終了です。今飛び膝と同時に終了のゴングが鳴りました。瞬発力がすごいですね伊勢選手。いやそうですね、すごいな。やっぱりさっきの肘もそうですけど、梅野さん、はい、詰めるときは一気に詰めますよね。そうですね、スピードもとにかく速いんで、一発でやっぱこうキレがある分、やっぱこう本当にダメージを与える、倒せる武器があるんで、伊勢選手いいですね。ただひろゆき選手はこれ焦ることなくしっかりと、はい、これ肘の場面です、右肘、そしてこれ終盤左の飛び膝、これすごかったですね。はい、これダメージはどうですかね朝日さん。でもちょうどゴングと同時だったので、このまま続いてたらもしかしたら危なかったかもしれないですね、まだ時間があったら。17ライブのコメント、パンチは一斉有利、一斉パンチいいな、そういったコメントが届いております。見応えあるなという声もあります。たくさんのご視聴ありがとうございます。さあそれでは試合は第4ラウンドです。ちょっと差ついちゃったんで、ひろゆきさんも取り返しに行かないとですね。そうですね、ただ雑にならないことが絶対ですね。雑にパンチ打つともらっちゃうんで、はい、このまま攻めればいいわけですよね、これまでのペースで。さあひろゆき、ここは丁寧な攻めが求められます。プレッシャーをまずはかける。一斉君の距離取る戦い方いいですね。はい、前蹴りです。こう距離をある程度取って、朝日さん一気にまたこう詰めてくるっていうパターンですか。多分100ゼロができてるんで、行くとき100出して、はい、行かないときこうやってゼロで距離取ってタイミング見るっていうのがいいと思います。中途半端に行くっていうよりはこれがうまいんですよね伊勢は。離れるときは離れ、そして詰めるときは一気に詰めてきます。さっきも詰めるときは膝、それから肘がありました。前蹴りです。確か梅野さん、はい、3ラウンドも立ち上がりはこうやってひろゆきがプレッシャーかけたんですよね。そうですね、ミドル、そしてローです。じわじわだら、ひろゆき選手手数を増やしていかないとですね。そうですね、そして朝井さん心配なのがローのダメージですよね。これそうですね、はい、ちょっと結構赤くなってますよね。内ももが真っ赤になってきちゃって、はい、内ももがもうすごい色になってます。ひろゆきの内もも、左の足です。ミドルいいですね伊勢君。今もうだんだんひろゆき選手ミドルで体が流れ始めちゃってるんで、はい、伊勢選手の左ミドルちょっとダメージ結構溜まってきてるんじゃないですかね。これローがあってのやっぱこのミドルが効くわけですか。そうですね、どっちに来るかわからないんで、はい、伊勢君の左目結構潰れてきましたね。あ、左フック、残り時間1分。左の目の下が腫れている伊勢です。
残りが1分切りました。第4ラウンドだから相手がこうやってもう見えにくくなってる分、右のパンチ当たりやすいはずなんで、ひろゆき選手狙った方がいいですね。とにかくミドル先に出してきます一斉です。この後そうパンチまとめていかないと。はい、ひろゆき攻めたい。コーナーに詰める、コーナーに詰める。さあひろゆきどうする、ひろゆきどうする。ボディ残り時間30秒、残りが30秒切ってる第4ラウンド。右フック、膝っとバランス崩しました。しかし朝日さん、一斉はなかなかバランス崩しませんね。すごいですね、やっぱりなんか体幹がやっぱり強いですね。あ、右ストレート、そして肘を使ってくるひろゆきです。組はやっぱり一斉強いか。やっぱ組は全然一斉くんです。そうですね、なんかなるべく組みたくないですよね、ひろゆきはね。そうですね、自分の得意な肘とか蹴りで付き合ってもいいです。はい、ここでゴング、第4ラウンド終了です。梅野さん、第4ラウンドどう見ますか。そうですね、やっぱりこう一斉選手がこうパンチでこうリズムを作ってたかなって、ひろゆき選手はこうちょっとまだ手数が少なかったかなという印象ですね。はい、一回ダウン取られてる以上、やっぱもうこうダウン取り返すしかもう逆転はできないので、もう次最終ラウンドどれだけ前に行けるかですね。そうですね、ひろゆき足いいぞというコメント、17ライブのコメント欄から。そしてでも両方イケメンっていうコメント多いですね。あ、お互い目がいいとか言って、お、皆さん目の付けどころが違います。ひろゆきに疲れてきてるねというコメント、ガードごとハイキックひろゆき初見ですという方も大勢いらっしゃいます。お互いイケメン、まあ確かにあの見た目のかっこよさっていうのもね、これもまあ大事です。ちなみに吉田さんはどちらが好みなんでしょうかね。あ、そうですね。悩ましいですね。あ、どっちも好みじゃないようです。さあそれでは最後のラウンドです。最後のラウンドを迎えました。多分一斉君は勝ってるんで流しに入りますね。はい、ある程度距離を取って今回ってるんで、はい、相手が突っ込んできたら前蹴りもしくはまあ組んじゃうか、時間稼ぐって感じですね。もうムエタイの戦い方を体現します。さて追いかけるひろゆきとしては梅野さん、何が必要になりますか。そうですね、もうここをこっからもう蹴って もうポイントは取り返せないんで、はい、もうパンチと肘でダウン奪いに行くしかないですね。ただ単発だと当たらないんでコンビネーションで行くしかないですよね。はい、まとめたいですよね、ある程度ね。まとめたいですね。ただなかなかそれができないという元がした。ハイキック、朝日さん、コーナーに詰めるそういう場面もあるんですけどね。そうですね、でもやっぱ一斉君瞬発力とかもいいんで、はい、反応できるんで、すぐ回っちゃった回られちゃうんで、はい、そこがやりづらそうですね、すごい。まあ、こういうあのロープを背にしたような戦いも慣れています。非常にうまい一斉です。右ストレート、ひろゆき打ってこいというアピールですか。ひろゆきコーナーに詰める。さあワンツー、この3回4回まとめたいですね。もうあとないんで出し続けるくらいの勢いでいかないと、はい、やっぱり梅野さん、あのワンツースリーフォーと欲しいですよね。そうですね、しかもそこから最後肘まで打った方がいいですね。はい、右ストレート、パンチはかなり、はい、パンチはかなり気をつけられちゃってるんで一斉選手に、そこから最後パンチまとめてまとめて最後肘まで打ちたいです。はい、さあ一斉は回ります、回ります。一斉残りがもうすぐ1分を切ろうとしています。これももちろん頭に入ってるでしょう。バックスピン、危ない、おっと、もうこれもでも打ち合わないと。一斉もパンチ打ってきます。ひろゆき選手はここでもどんどん打ち合っていかないと。はい、これひろゆきとしては一斉が打ってきてくれた方がやりやすいんですかね。やりやすいです、もう逆転はしやすいです、はい、打ってくれた方が。さあ打ち合ってもらいたい、打ち合ってもらいたいところですが、ロープを背にしたまま一斉回る、左引き行けないんですよ、これ。こうやって相手に待たれてしまうとなかなか詰められない気持ちはよくわかるんですよね。残り30秒切ります。あー、ミドル出す、もう流しにかかっています。一斉は流しにかかってる、捉えられないか、ひろゆき最後まで諦めないで行った方がいいですね、ミドルパンチで。
とにかく連打が欲しい、連打が欲しい、あ振り滅いてもう肘打って組んでしまうとなかなか思うようにいきません。すぐ行かないと、すぐ行かないと、連打が欲しい、連打が欲しい、ひろゆき、さあ一発当てる、あっとここでゴング、試合終了、試合終了、勝負は判定です。フルラウンド戦い抜きました、勝負は判定決着、いい試合でしたね。まあ吉田さん、かなりハイレベルだというのはお分かりいただけたと思います。いやもう体感してますね、はい、本当に。両選手に今一度盛大な拍手をお願いいたします。いやしかし最後なかなかね、梅野さん連打っていうのに持ち込めなかったところはありますよね、はい、そうですね、やっぱりでも本当ああいう風になると後半逃げられてしまうとなかなかまとめられないんですよね、実際は。うん、やってる方が一番歯がゆいと思うんですよ。なるほど。ただいい試合でしたよ本当に。そうですね、今日のメインイベントスーパーフライ級の王座決定戦、チャンピオンベルトは果たしてどちらの元に行くんでしょうか。ジャッジ岡林49対47、赤一世、ジャッジアラビア49対47、赤一世、一世がチャンピオンです。ジャッジチャンデット50対47、赤一世以上、3対0の結果をもちまして勝者赤コーナー一世、オーワンチャイ、また新たなタイトルを手に入れました。また一つ勲章を増やしました。一世オーワンチャイスーパーフライ級ボムのチャンピオンに輝きました。あこちら力及ばなかったひろゆき、ジャッジの採点は49対47が2名、そして1名は50対47、全部のラウンドをもう一世を支持したジャッジもおりました。いやしかしハイレベルな戦いでありました。まあ梅野さん、はい、終わってみればもうこれはパーフェクトをつけたジャッジもいたわけですけども、はい、一世の戦いぶりどうでした。そうですね、かなり目も見づらかったと思うんですけど、うん、それを感じさせないぐらいこうステップを使ってーーいい動きしてましたね、本当に。本当にスピードもあって攻撃力もあって反応もいいですし、なかなか今後この伊勢選手を倒せる選手っていうのは、見つけるのが難しいんじゃないですかね、国内では。朝日さん、今確かにお言葉ありましたけども、なかなかこの一戦に勝てる選手ってちょっと浮かばないですよね。でもセミファイナルだったら名高とかもうちょっと大きくなったら見たいですね。あー、皆さんこんばんは、石井生です。今日は本当にこのような状況で、試合を組んでいただいたボムの関係者の皆さん、主催者の皆さん本当にありがとうございます。そしてクラウドファンディングを通して応援してくださった皆様、僕のスポンサーの皆様本当にありがとうございます。今回7回つぶりの試合でちょっと本当に感覚もダメダメだったし、まあ、こんな感じでチャンピオンになったんですけど、まだまだ成長しなきゃいけないなっていうのが本当にあります。また選手一同、みんな今日出た選手も、他の選手も頑張っていくんで、変わらず格闘技界を応援してくれたら嬉しいなと思います。で今日はライブを視聴していただいた皆様、本当にありがとうございます。また次の試合楽しみにしててください。応援よろしくお願いします。一世ウォーワンチャイ選手ありがとうございました。メインイベントが終了いたしました。さあそれではですね、放送席お一人ずつ今日の感想を伺いたいと思います。全部で8試合今日ご覧いただいたわけですが、まずは梅野源氏さんお願いします。そうですね、本当にもう第1試合から、最後のメインイベントまで本当にどれも楽しめるすごくいい試合が続いたなという印象なんですけど、はい、やっぱり本当にもう最近だと本当にもう若い選手からもう本当にレベル高いですね、とにかく、うん、テクニックがすごいですね、うん、試合経験がもうすごいので、アマチュアでも100戦以上やってる選手も、たくさんいますし、はい、
もう本当に基礎もしっかりしていて、今後さらにこう年齢を重ねるごとにどんどんとパワー、体幹がしっかりしていって、今後はより楽しみな選手、増えてきたかなと、今後僕と、やる選手もこの中にいるんじゃないのかなって、そういう目で僕は見てました。はい、楽しみにしております。そして朝日 PK センチャイジムさんもお願いしましょう。はい、今日振り返っていかがですか。ボムよく選手側なんでこうやってちゃんと1試合1試合しっかり見ることがなかったんですけど、今日改めて解説やらせていただくってことで1試合目からメインイベントまでしっかり見たんですけど、なんかある程度は知ってた選手なんですけど、全然その人のファイトスタイルとかが思ってたのとちょっと違かったなっていうのがすっごいあったので、今後なんか面白いと思った選手を、今日面白いと思った選手を出るときはちょっとその人の試合も見てみようかなって思いました。はい、そして最後吉田さんお願いします。はい、ムエタイについてすごく自分がたくさん知識増えたのもそうなんですけど、選手たちがみんなすごいプレッシャー、いろんなプレッシャーを抱えながら、いや本当にステージに立って戦っている姿を見て本当に輝いてたし、かっこよくて刺激をもらいました。本当この今日ゲストに呼んでいただき本当に感謝しています。ありがとうございました。はい、またラウンドガール等でね、リングに上がることもあるかもしれませんが、はい、今日はもうボムとの戦いぶりを存分に楽しんでくださったということです。それではお別れの時間が近づいております。 YouTube ライブ並びに17ライブで今日はご視聴誠にありがとうございました。解説には元ラジャダムナンスタジアムライト級チャンピオンの梅野源氏選手、そして WBC ムエタイ世界スーパーバンタム級チャンピオン朝日 PK センチャイジムさん、そして、ボムガールも務めている吉田美久さん、実況は清野茂樹でお届けしてまいりました。お三方どうもありがとうございました。ありがとうございました。それではこの辺りでお別れしたいと思います。ごきげんよう、さようなら。